火山だ。おい、大丈夫かマリサ。え、なにこれ。急いでそこのセンターに逃げなきゃ。ふっふ、危ないところだったな。で、これはなにこれ、めっちゃ楽しいんだけど。踊り放題じゃねえか。筋トレだってできるぜ。頑張れ、頑張れマリサ。おっと、おいおい、ゲーム機まであるじゃんよ。こりゃ一生ここで暮らせるな。さて、腹も減ったし何か食べようぜ。あ、え、なになに、誰、未来人か、マリサたちのいたシェルターを開けたのかな。マリサー。はい、茶番はこのくらいにして、ついにシーズン9が来たな。マリサ、仕事は選んでいいんだよ。いやー、それにしても驚いたよな。まさかここまで未来化してるなんて。これはテンション爆上げですわ。それじゃあ、早速やっていこうぜ。そうね、いよいよ。シーズン9の始まりだ。すごい、すごすぎる。めちゃくちゃ発展してるよ。まさに未来って感じだな。なんかいろいろ浮いてるし、環状線みたいになってるし、火山で壊されたリテールとケルテッドも生まれ変わってるな。よかった、華麗なる復活ね。まずは新しくなったケルテッドに降りてみよう。いやー楽しみ。早速バトルパスも買って、未来の女の子、ロックスのスキンで行くよ。いやー、やっぱりここにたくさんの人が帰ってきたな。噴火の直後は、めっちゃ物資が少なくなってたからね。でもちょっと人が多すぎるせいか、画質が荒いんですけど。どこに武器が落ちてるとか全然見えないな。近づいたらやっと見えたよ。サクサクあったからよかった。でもなんか動きも重いな。まあしょうがないか。アップデート来たばっかりだからな。さて、建物内に入ってみよう。どんな感じになってるのかな。楽しみだぜ。おお、なんか家具とかも未来っぽくなってる。すげえな、でもめっちゃ足音が聞こえるのは、今までのケルテッドと同じだな。名前はネオケルテッドに変わったのね。ヤクスと NT だな、今までは TT だったけど。地名をヤクスと頭文字が全部同じだったのに、変わっちゃったみたいね。いやーそれにしてもめっちゃ敵いそうだな。あ、そうそう、前回使ってたサウンドエフェクトの視覚化は、もう使わないことにしたよ。いろんな意見があったけど、やっぱあれ使うのはちょっと違う気がするもんな。うん、まあまあいいヘッドホンも持ってるわけだしね。あ、この辺の台所とか、全部鉄になってるわね。前は木でできた家具が多かったが、鉄が多くなってるな。ベッドとかはさすがに、木でできてるみたいね。さて、まだ不十分だけどちょっとは建材も集めたので、戦いに行こうと思うよ。あ、下の階にいた、ラッキー。よし、背中をつけた。しかもこの人、ミニポとデカポ持ってるな。よし、これで結構シールドつけられる。ま、ここに来られたら逃げ場ないけど、早くポーション飲んで、リロードとかしたいな。まだまだ敵はいっぱいいそうだからね。よし、飲み終わった。武器の順番変えて。うわー、敵来た。待ってー。で、あれ？この人武器持ってないのか？なんだ、それなら全然焦ることないじゃん。よし、倒した。3発殴られたけど、ミニポあるから少しは回復できるな。そうだね、さっさと飲んじゃって。リロードしてまた戦闘ね。で、また敵来たー。ダメだ。先にリロードしとくべきだった。っていうか、この輪っか何なんだろうね。めっちゃ気になってたんだけど。中に風が吹いてるみたいだな。ちょっと近づいてみようかな。うわぁ、飛んだ、すごいよ。楽しい。おお、これが未来の移動手段か。すごい、めっちゃ早く移動できんじゃん。あ、そこに駅みたいなとこがあるね。あ、ダメだ、もう敵いるわ。絶望的初動。やばいよ、タレットしかないよ。そうだ、海賊の拠点に行けば。って海賊の拠点じゃなくなってる。元に戻ったな。でも一応宝箱はあるぜ。でも建材もないんだよね。ま、こんくらい集めればなんとか登れるかな。ってやばいじゃん、敵来てるんだけど。あ、終わったなこれ、お疲れイム。レオ省略するな。え、どうすんのこれ。タレットしか戦えるものないよ。いや、聞こえる。自販機の音が、なぜか急に敵の気配もなくなったしな。しかも金じゃん、やった金スターゲット、これで12分に戦えるわ。それにしても、敵さん何してるんだろうな。完全に足音が消えたが。あ、なんかあそこで思考停止してる。どうしちゃったのかな？悪いけど倒させてもらうわよ。なんか、すごいラッキーだったな。
ていうか、なんかまた敵の気配すんだけど、なんでこんなところにそんな人集まるのよ。あ、シャドウボム使ったな。く。心眼を開くしかないわ。多分まだ近くにいるはず。いた、うおー。あぶねえ。てなんじゃこりゃー。これは、新武器のコンバットショットガンだな。こんな細長いショットガン見たことないよ。とその前にメディキット、メディキット。一旦回復しないとね。このショットガン、10発も装填できるみたいね。2発だけ試し撃ちしてみよう。うん、音的にはかなり強そうだね。もしかして、中距離でも効果のあるショットガンか。それは新しいわね。でも近距離でちゃんと火力出るのかな。各所より装填数多いのが若干気になるんだけど。ポンプの代わりになるかどうかだよな。うん、ポンプが保管庫行っちゃったのは驚いたわよね。おっと、鉄発見。まずは安定のスカー。でももう弾が。新武器使うしかないな。さあ、どんなもんかな。あ、これむずい。え、今のいい当たりだと思ったのに 81? デッキが狭いが、火力はポンプ以下だな。やっぱり中距離でも強いってことなんだろうな。近距離戦が難しくなったわね。そうだ、ディテール。ディテールはどうなったんだ。こっちもちゃんと未来化されてるな。名前はメガモールに変わってしまったみたいだが。ああ、もうディテールローじゃなくなってしまったのね。ちょっと寂しいけど、慣れ親しんだ家もいくつか残ってるし、発展して嬉しいわ。うわあ、なんだこれ。空気の渦ができてる。上になんかあんのか。これうまく上昇気流に乗れば、上に行けるのかもな。よし、やってみるわ。うおおおお、すごいすごい。マジで上昇したな。なるほど、これがスカイプラットフォームか。いやーすげえな、新要素が多すぎて紹介しきれないぜ。誰か来てたみたいだけど、物資もあるみたいね。火山も様変わりして、なんか建造物ができてるな。いつか行ってみたいわね。あと、大きな変化といえば、保管庫に回収されたアイテムだよな。ポンプの他にも、くっつき爆弾、埋められたお宝、ポイズンダーツトラップ、スコリボ、サイレンサー付きアサルト、サーマル付きアサルト、そしてバルーンが保管庫行きだぜ。え、めちゃくちゃ多いわね。スコリボとかバルーンとか、ちょっと寂しいわ。さあ、敵だぜレイム。オッケー、グライダーあるしまずは上目指して建築。よし、相手も建築してきてるけど、ひとまずは大丈夫そうかな。で、ロケランは効いてないよ。畜生、人がせっかく作った建築を。建材あんまりないけど、もう一度上へ。なんとか勝利して、建材ゲットしないとな。よし、ここはヘビ砂で。さすがに当たんないか。いやでも思ったよりシールド減ってない。シールド減る時のエフェクトが変わったから。最初は若干ビビるよな。ゲージが赤になったからもう終わったかと思ったよ。さて、ここは新武器をうまく使っておくしかないようね。よっしゃ、倒せた。ヘッドにも当たればダメージ100超えるんだな。く、でもまた別の敵が来た。シャドウボムで見えないし、一旦グライダーで逃げるわ。いろんな小競り合いの末、残り4人になったよ。空中でヘビスナリロードし、相手の建築の上へ。残り3人になったぜ。よし、攻撃はできなかったけど上に建築できるのはいいわね。おっとまずい、ストーム入っちゃった。出なきゃ出なきゃ。被害はそこまで多くならずに済んだな。あ、残る敵は1人になったぞ。よし、多分この下だ。いた、先制攻撃。あー、コンバットショットガンの方が火力出たかもなのに。まだ使い慣れてないから若干不安か。相手さんうまくショットガン当ててきた。中距離なのにかなり削られたぞ。てかヘビスナリロードできてないんだけど。さっき空中でしたのに、ゲゼム。まずは近距離でワンチャン。そしてコンバットショットガン。27。2発目はいい当たり。よし、あと1発だ。あと1発なのに。お互い全然当たってねえじゃん。あ、ストームで勝っちゃった。本当はもっとかっこよく勝ちたかったけど。一応シーズン初ビクロイね。最後ショットガンがばってたけど、今回初めて触ったってことで多めに見てやるぜ。っていうか、この音が途切れるやつまだ治ってないのね。それはちょっと残念だな。でも総じてこのアップデートはすごかったんだぜ。まさか未来都市を作るとはね、さすが神運営。フォートバイトっていうお宝探し要素もあるみたいだし、いろいろ楽しみだよな。新武器もこれから増えてくるはずだからね。ということでシーズン9、みんなでいっぱい楽しんでいきましょう。ああ、これからもどうぞよろしくなんだぜ。ということで、今日はこの辺で失礼するぜ。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。シーズン92本目の動画ですが、今回はリテールロー。いや、メガモールに降りていきます。見てみてこのビクロイがさ、かっこよくない？確かに、未来っぽくてかっこいいな。しかも撮影したのはアップデート初日だから、まだ持ってる人少なくてちょっと嬉しいよ。いや、それにしても、本当に大きなショッピングモールだな。ショッピングモールってテンション上がっちゃうよね。
ゲーセンもあるしレストランもいっぱいあるし、映画館とかもついてたらさらにいいよな。あ、おっきいトマトヘッドさんだ。あれは、ホログラムかな。なるほど、トマトヘッドさんのピザ屋はここに移転したってわけね。なくなってなくてよかった、できたばっかりだったし。トマトヘッドさんの店ができてすぐに、噴火に見舞われたからな。さて、あそこに新しいギミックがあるわね。なんか換気扇みたいなやつ。説明がふわっとしてんな。これで向こうの屋根に、いけないのかよ。まあまあ、うまくやればいけたかもしれないわけだし。そう、わざわざ木を切らないと登れないじゃん。っていうか、誰かの足音がするな。上か下か、まあわかんないけど、とりあえず上に行っとく。下だったな、とりあえずよかったぜ。あそこにコンバットショットガンも落ちてる。これで序盤の武器としてはまあまあね。いやー、早くモール内を見学したいんだけど、敵がうじゃうじゃいるみたいだから、慎重に行かないとね。あ、下の階にスラープジュース落ちてる。欲しい、欲しいなー。でも下の階から足音聞こえるな。おそらくスラープジュースを取りに来るはずだ。そのタイミングに合わせれば、先制攻撃当てられる。お、ナイスなんだぜ。建材も少ないはずだから、ここはアサルトでゴリ押し。ショットガン食らったか。ふ。まだ倒せないか。これならどうだ。お、やっと倒せたな。よし、スラープジュースは奪い取ることができたわ。結構回復できそうだな。まだ敵いそうなんだよな。あ、今トラックのとこに入ったんじゃない？一瞬そう見えた気もするな。もしそうなら、ステンクボムが刺さるぞ。よし、一つ投げてみよう。お、ビンゴ、ダメージ入ってるな。ってなんか違うとこから撃たれてるし。でも多分敵同士で戦ってくれそう。あ、裂け目で逃げるぞ。よし、もう一人は倒せそう。あ、そっちにも裂け目使われた。お、エピックのコンバットショットガン。いいねー、まだ使い慣れてないけど。確か、中距離でも結構強いんだよな。どんくらいダメージ出せるのかしら。あ、ちょうどいいところに敵が、試してみよう。え、14に。24。ショットガンとしてはすごい火力だが、今の場面はヘビアサの方が良かったな。くぅ、シャドウボムで姿が見えなくなっちゃったわ。これはしょうがないわね。上にも敵がいる。こうしててもラチが開かないし、怖いけど登るわよ。あ、いた。これはチャンス。よし、あっさり倒したしレジェンドのコンバットゲット。でもまた近くでシャドウボム使われたな。まだまだ油断できないぜ。ま、とりあえず屋上の敵は倒したから。私も屋上に登れば、有利に戦えるはずよ。まあ、それもそうだな。よし、ここで敵が来るのを待ち構えるわ。あ、来たな。この隙には、マリサをジュースにして飲んだやつじゃないか。そう、よくもマリサを、許さん。これでも食らえ。よし、敵は取ったわよ。途中攻撃されてシールドなくなっちゃったけど、ボーラーあるし、まだなんとかなるかな。残る敵は8人だな。ここらで一旦検討。何これどういうこと？なんでこんな遠くまで飛ばされてんの？お前はもう、この世にいるべき存在じゃなかったってことだ。いや納得できないよ、どんな現象だよこれ。多分ボーラーとボードがぶつかり合い、未知なる力が解放されたんだ。いやどんな力だよ、物理学者呼んでこい。まあ、こうやってストームを上から見ることなんて普通はできないわけだし。いや、確かにすごい景色だけど。ストーム動いちゃってるよ、やばいよ。いや、まだ諦めるな。高すぎてあまり気づかないが、こっちもすごいスピードで動いてるから。ワンチャン間に合うぞこれ。そうか。しかも間に合えばずっと上を飛んでられる。って覚悟の上にいるのにストームのダメージ受けてんの謎だけど、まだ希望はある。頼むマミ。いやぁ、ひどい目に遭ったよまったく。あれ、なんでボーラーピークに来てるんだ。いや、さっきは大丈夫だったんだけど、ヘルセットとかメガモールに降りるトラブがすごくてね、全然安定しないから、違うとこに降りたわ。なんかフォートバイトとかもありそうだしね。でも、ここもめちゃくちゃ人来てる感じするな。ほんと、なぜか人気っぽいのよね。うわ、上でグレネードかな。すごい音。ってなんか人が降ってきたんだけど。よし、立所構えてたからさすがに倒せたわ。ここの位置は、結構強いかもな。なんかさっきから爆弾投げまくってる輩がいるんだよな。ほんとだ、城めっちゃ壊されてる。あ、いるじゃんあそこに。なんでもっと早く気づかなかったんだろ。微妙に隠れちゃったな。ハンティングライフル当てたけど、めっちゃハンドガン当ててくんじゃんあの人。あ、でもそこにちょうどよく包帯落ちてる。これで回復して、なんとかもう一度戦わなきゃ。頼む、今は来んなよ。75まで回復できるかどうか。うわ、なんか不穏な足音が聞こえてきたよ。もう一つ巻きたいけど。もういいや、臨戦態勢よ。包帯巻いてる時に撃たれたらやばいからね。
さて、相手さんは、なかなか姿を見せないな。多分この上かな。運動だろ、耳を澄ませて。音的に多分この壁の向こうだな。壊してすぐ建築すれば攻撃できるはず。あれ、今いた？敵、自分に重なって見えづらくなっちゃったんじゃね。なんかそこにいた気がすんだよなぁ。あ、普通にいるじゃん、チャンス。相変わらずガバってんな、まったく。しまった。いや、でも足音をよく聞けば。多分この階段から登ってくるぞ。よし、撤所入った。あーでも次が当たんねえ。危ねえ、ハンドガンに打ち負けるとこだった。なんでヘビアサ使わなかったんだろうな。あ、ところで霊夢、関係ない話だが、コンバットショットガンなんだけど、あれめっちゃ連射できるらしいぞ。え、そうなの？知らなかった。コメント欄でたくさんの人が教えてくれたんだぜ。今度使うときは連射試してみようと思うわ。さて、メディキットで回復したがまだ敵いるみたいだな。悪いわね、もう逃げるわ。なんか全然物資良くなんないし、ちょっと疲れちゃったわ。さあ、残り5人、終盤戦よ。なんかボーラー乗ってる人多いな。やっぱり低くの多い地形だしね、ある方が有利かも。おい、自らストーム入ってんじゃん。いや、仕方ない、ここだ、ここなんだ。この微妙なスペースが、一番有利な場所なんだ。お、ボーラーを乗り捨てて斜面に建築できたな。もうボーラーに乗ることはできないだろうが。く、なんかいろんなとこから邪魔されるわね。ちょっと目立ちすぎたかな。って、ぶったくしょと二丁拳銃だけかよ。大丈夫かそれで。シーズン9になってからどの武器がいいかマジで迷っちゃうのよね。でもタクショの評価が上がったことは確かだわ。基礎ダメージも強化されたしな。く、でもやっぱ遠距離強いのがないわ。って、やばいミスった。なんか飛んじゃったよ。次のアンチコの丘の上じゃん。ああ。せっかくボーラーで登ったのに。いやでも結果的に良かったかもしれない。あの辺のアイテムをごっそり取れれば。よし、ちょっと撃ったら逃げてってくれたわ。ボーラーが多いと面倒だけど、あまり攻撃されないのはいいわよね。他の3人みんなボーラー乗ってんじゃん。それじゃあ私はここでゆっくりアイテムを漁ろう。お、木材貫スト、これはでかい。そして青のドラムガンをゲット。青のドラムガンは嬉しいな。あ、一人降りて銃撃ってるわね。ちょっと好感が持てるな。でも攻撃しちゃうわよ。って、あの人も結局ボーラー乗るんじゃん。なんだよ。あーもういいよ、みんながボーラーでも。私一人で建築しちゃうんだから。あ、ミスった。しかしこの下手さ。これは誰かと建築バトル練習した方がいいかもな。とりあえず2列に階段作って、他の上には登らないと負けるわ。よし、これでなんとか登りはした。ちょうど上にスカイプラットフォームがあるな。よし、誰もボーラーから降りないなら、天空に拠点を作ってやるわ。この大量の木材を使ってね。どうだ、この大仏様の髪の毛のような建築。いやなんだよその例え。木材それ自体は弱くても、3列に床屋根を設置すれば、なかなかの強度になるはずなんだ。ま、ロケラン撃たれたら終わるけどな。まあ最悪落とされてもグライダーあるから。しかもみんな全然攻撃してこない。であれ？なんでここ建築できないの？あ、そうか、ここ上昇気流か。おい、そこのボーラー、いい加減に降りなさーい。強制的に降ろしてるんだけどな。グライダーは持ってたか。ってなんか後ろに敵来たんですけど。あ、落ちた。残念、ここはグライダー持ってる人専用だよ。くく、一生懸命建築してるわね。でも今更もう遅い、こっちの方が圧倒的に上よ。しかもずっとボーラーに乗ってたから、足が痺れて動きづらいでしょうよ。いやそれはないだろ、ゲームなんだから。とにかく、どこに逃げても無駄よ、天空はもう私のもの。さあ、せいでみなさいこのドラムガンを。お、黄色で45ダメージ、あと55以下だな。よし、もう一人はストームに飲まれたみたいだし、この勝負、もらったわよ。さあ、ドラムガンでとどめを刺してあげるわ。やった、ビクロイね。うわ相手の武器めっちゃ強いな。エピック以上のアイテム使わないで勝てたわ。ま、あんまり戦ってないんだけどね。お、今回は途切れずにエモートできそうか。最近お気に入りの、スムーズムーブよ。なんとか一通り、途切れずに踊れそうだわ。ま、まだ治ったわけじゃないみたいだけどね。とにかく、最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。また別の動画で会おうね。なんか、かっこいい期間限定モードが来てますね。ウィックスバウンティーだな。原作はよく知らないけど、楽しそうだから早速遊んでみよう。うわ、なんか服が違う。女エージェントみたいな格好になってるな。エーススキンできたんだけど、なんか頭だけ頭巾かぶってて、逆に変な感じになっちゃってるわ。まあいいや、気にせずやっていきましょう。敵プレイヤーを倒してゴールドトークンを獲得しよう。いやちょっと待って、その前にチームの行き先がバラバラだ。多数決でソルティかな。ああ、誰か味方さん降りちゃったよ。多分プレザントパークに行こうとしてるわ。私も最初マークしちゃってたし。
一緒にそこに向かうわよ。ああ。いきなりチームが二手に分かれちゃったよ。まあ野良だししょうがないわ。それぞれ頑張って後で合流よ。あ、というかすでに武器二つ持ってるんだな。青のコンバットショットガンとタクティカルアサルトね。で、左上に出てるのがチームのゴールドトークンか。最初は一人4枚ずつ、合計16枚ね。で、中央のゲージを見る限り、500枚集めれば勝ちなんだろうな。500枚。結構な数ね。でもライフが3つあるみたいだから、やられても2回までリスポーンできるな。で、ソルティの味方さん早速一人やられちゃったよ。大丈夫かなあ、心配だぜ。その後ソルティの味方さんは二人ともやられちゃったけど、リスポーンしてここに来て、チームが合流することができたよ。ここには敵少ないみたいだし、初手折りとしては正解だったな。でもなんかさっきから撃たれてんのよね。遠くだと思うんだけど、どこからだろう。あ、弾道見えたぞ、あの辺だな。うわ、そんなところに。危ない、よくもやってくれたわね。やったー、なんか賞金獲得した。プラス4、霊夢のゴールドトークンが8枚になったな。え、なになに、音楽が。どうやら目標の半分以上集めたチームがいるみたいだな。え、もう、早くない？私たちまだ20枚しか持ってないのに。とにかく、500枚集められることだけは阻止しないとな。あ、でも1位のチームのトークンかなり減ったみたいね。トークンの所持数上位3名はマップに表示されるから、狙われやすくなるんだろうな。なるほどそういうことね。って、今度は一気に他のチームが数字伸ばしてきた。私たちももたもたしてられないわね。あ、また高いところに敵が。あの風車のあたり、結構人気なのかな。っていうかあの人、ジョンウィックのスキンっぽかったね。いいなぁ、かっこいいなぁ。それにしてもアベンジャーズに続きまたコラボなんて、ほんと運営さん頑張りすぎだぜ。嬉しいけど、ちょっと心配になっちゃうわよね。ああ、ちょっとは休んでほしいんだぜ。あ、あの人、銃構えてる、先に撃ってやる。ああ、外したか。惜しかったな。てか下の味方さんが狙われてる。早くなんとかしなきゃ。みんな、ここに敵いるわよ。てかブーム棒持ってんのか、危ないなぁ。よし、倒した。お、今度はプラス12枚。どうやら倒したら、相手の持ってるトークンをもらえるっぽいな。なるほど、トークンいっぱい持ってる人を狙えばいいのね。てか、なんか気づいたらすごいいい感じじゃない？人数減ってきたけど全員生き残ってるし、なんかトークンの枚数1位みたいだし。ま、私は全然貢献できてないんだけどね。でもチームが固まって、一斉に攻撃できるのはいいな。よし、このまま頑張るわよ。え？なんか勝った？どういうこと？コインもまだまだだったし、敵も残ってたのにな。多分近くで味方さんが落ちてるゴールドトークンみたいなの拾ってたから。それで合計500枚になり、一気に勝利したんだろうな。私全然貢献してないけど、味方さんのおかげでいきなり勝てたわ。あ、200ダメ出た。二人同時にヒットしたのかな？どうしてわからんな。チェ、賞金はたったの4枚ね。あの辺に賞金次がいるはずなんだけどな。く、遠くてよく見えない。お、でも一人ダウンだな。うわぁ、308枚。マジか、一気に増えたな。あと148枚でチームが勝利する。絶対にやられたくない。今現在一番トークンを持ってるのは霊夢だな。しかし近くに敵が降りてきたぜ。くそう、このトークンは、このトークンは渡さんぞ。コンバットショットガンを食らえ。合計88ダメージ、あとちょっとで倒せるな。しかも近くに味方さんたちが集結してくれた。く、あと一発が当たんないけど、ここはなんとか防衛できそうかな。味方さん頑張れなんだぜ。よし、いいぞいいぞ。ナイスキル。でもリスポーンしたばっかの敵だから、トークンはほぼ増えないんだぜ。よし92枚。二人になっちゃったけど、合わせて452枚だ。あと1キルすれば勝てるかもなのに。なのに、現在もないし回復もない。激ヤバじゃねえか。ちくしょう、ちくしょう。ああ、400枚以上のコインか。結局最後は他の敵同士の一騎打ちになって、残念ながら負けてしまったよ。お前を追放処分とする？だってさ、負けたらこういう演出になるんだな。う。もう一度、今度は華麗にディクロイ取りたいな。今回は全員一緒にソルティに来れたな。そこに敵がいる。最初から武器持ってるから、奇襲できちゃうもんね。ショットガンで50近いダメージ。あとはタクティカルアサルトよ。
お、倒したけど味方さんも一人やられたな。これは、序盤の覇権争いになりそうね。な。あんなところに敵が、スコープ付きアサルトで応戦。お、先にシールド割れたな。なんか、このモードスコープ付きアサルトよく出るから結構使ってるんだけど、意外と強い気がしてるわ。使用率は必要な武器だけどな。ま、私もうまく使いこなせてはいないんだけど、どうしても結構ダメージ出るからいい気がする。よし、一人倒した。あっちの味方さんの様子は、銃声音が聞こえるが。やった、勝ったみたいね。ソルティスプリングスはとりあえず制圧できたかな。何？まだ敵がいたの。一人倒された、急いで外に出るんだぜ。味方さんがマークしてくれてる、あのガソリンスタンドのところか。いた、あのブーム棒持ってる人だな。影に隠れちゃったな。よし、それじゃあ少し角度をつけて、このスコープ付きアサルトで攻撃よ。お、三発当たった、あと一発だったのに。おらー、集中砲火だ。柱に隠れたりしたって無駄よ。で、あれ？いなくない？どこ行っちゃったの？確かに姿が見えないな。え、この中に入って身を潜めてるとか？いや、そうでもなさそうなんだよな。マジでどこ行ったんだ？あ、足音。いた？よっしゃ、ブーム棒。うわー、敵だ敵だ。めっちゃいるじゃねえか。一人ダウンしてるし。てかブーム棒当てろよな。やばい、二人やられた。4対2だ。うおー、なんとか一人は。倒したけどやばいって、あと23。だ。大丈夫かこれ？とりあえず上に登って、タクティカルアサルト。いや、ここはブーム棒か。遠くの敵は狙えそう。ああ、しまった。落ち着け、霊夢。まだ2対2だ。よし、集中して。来た、全員倒した。おお、ここで負けなかったのはでかいな。よし、いい感じね。お、トップの座を奪ったぞ。オッケー、倒した。確か上にも敵が。うわぁ、後ろからも。霊夢は一番トークン持ってるから敵に居場所がバレバレ。集中砲火を浴びるんだぜ。そう。あと27。ポーション飲んでもどうせやられるから。リスポーンした時用に取っておきたい。いや、こうやって敵でガードするのも健在の無駄かもしれない。もう何回かやったから分かってきたけど、こういう時は諦めた方が得策。とりあえず物資を無駄にせずにできることをやろう。と、自分のことで精一杯だったが、パーティーみんなやばいぞ。な。ほんとだ。特に今残ってる二人はもうリスポーンできない。頼む、どうか頑張ってくれ。ここで生き残ってくれないと、パーティーのメンバーが半分になっちゃうぜ。お願い、みんな隠れて、もう蘇生とかはいいから。あーっと、一人ダウン。だ。ダメだったか。片付けない。その後最後の仲間とはぐれ、結局霊夢一人に。諦めない、まだ諦めないぞ。しかしここで手に入ったコインもたったの4枚。一人で500枚集めるとか、不可能に近いだろ。いや、そうとも限らない。私はさっき400枚以上集めたんだ。一人ずつ倒して、トークンを集めるのに。しかしここでも12枚。霊夢のトークンはたった20枚。500枚はほど遠いぜ。もう時間か。残り5分か。やばいな。いや待てよ、勝利まで20枚の敵がいる？あと20枚って？もうほぼほぼ勝ちじゃねえか。1位の人は？地図的にあいつか。ちょっと待て、あの人もしかして一人なんじゃないか。ということは、一人で480枚持ってるのか？私の20枚と合わせれば、ちょうど500枚だ。な、マジかよい？トークンの数にこそ大きな差があれど、条件は全く同じ。奪った方が勝利だ。やった。嘘だろ、本当に勝っちまったよ。BGM のタイミングも完璧だったし、最高の気分よ。いやー、トークン20枚からの大逆転だったな。ということでウィックスバウンティ、いかがだったかな。こういう逆転劇もあるから、とっても楽しめたよ。それじゃ、私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画でな。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。アプで入ってから、バス内でのマップ確認をするようになりましたね。そう、ホットスポットをチェックするために。今回のホットスポットは、ホーンテッドヒルズとフロスティフライトだな。フロスティフライトなんかいいんじゃないかな。遠いから言うても人が殺到しないとは思うし。私雪のエリア好きだしね。そうだな、飛行機がなくなってからあまり注目されない場所だったが、こうして再び注目されるのはいいことだな。でもやはりさすがはホットスポット。結構人が来てるみたいですね。まずは宝箱。青の二丁拳銃だね。さて、こっからどうしようか。なんか敵もいるし、ドローンも飛んでるし。
まず何するのが正解なんだろう。下にはデカポがいっぱい落ちてるな。なんか注目するポイントが多すぎてフリーズしちゃうわ。いいや、普通に宝箱開けていこう。新要素に惑わされずに、いつも通りに。まあシールドとかつけたいなら宝箱がいいかもな。さあいいの来い。お、スラープジュース、やったー。これ飲んどけばとりあえずは戦えそう。よし、それじゃあ次はドローンを落とそうかな。いっぱいあるけど、まずはそこに見えてるやつね。おお、あれは、ショットガンじゃないか？コンバットショットガン。あ、ほんとだ。序盤としては大当たりね。これでその辺にいる敵ともすぐ戦えるわ。右からボーラーの音も聞こえるが。まずはそのガレージに入った敵ね。あれ、なんで銃撃ってんだろ。もう一人敵がいるのか。はたまたドローンか。わかんないけど、ここは楽に倒せそうね。よし、またスラープジュースゲット。ドラムガンも落ちてるし、向こうにミニポもあるな。ここって普通に物資豊富だよね。わ、近くでドローンが落ちる音がした。もしかしたらこのガレージの上かも。敵がいることは確かだ。急いで様子を見に行かないとな。あ、紫の自販機だ。これは後でチェックするとして。まずは屋根の上に登っとかないとね。あれ、上にはいないみたいだな。下から足音が、入れ違いね。あ、ボーラーに乗ったな。くそー、面倒なことを、二丁拳銃で壊してやるわ。いや、その必要もなく相手さん降りたみたいだな。よし、このまま行けば。やった、ノーダメージで倒せた。相手はハンティングライフルの一発を狙ってたみたいだな。ここの自販機は、他の選択肢を見るまでもなくヘビスな一択ですね。やっぱりそうか。え、嘘でしょ。金のロケランでできたんだけど、こんな簡単にゲットできていいもんだっけこれ。でもこんな序盤でヘビスナとロケランが手に入るとはな。ま、どっちも持ってくんですけどね。スラープ飲んで枠を一つ開け、武器四つ持つわよ。さて、アンチにも入ってるみたいだし、どんどんドローン壊していきましょう。青のタクティカルショットガンだな。よし、そこにももう一つ。今度は青のグレラン。まあロケラン持ってるしいらないけど、ロケランの弾を探さなくていいのは助かるわね。うわ、まだまだいっぱいあるな。まずは近い方？うわ、今度はミニガンかよ。よりどり緑だな。ドローンマジで便利ね。弾も手に入るし。おっと、向こうに敵が。うおー、この最強武器たちの攻撃を食らえ。おい、何やみくもに撃ってんだよ。あ、ちょっとテンションがおかしかった。落ち着いていけば倒せたわね。おい、武器強いからって油断は禁物だぞ。え、マジ？金のヘビ砂じゃねあれ。霊夢が一番好きなやつじゃねえか。いや、嬉しいけども、めちゃくちゃ嬉しいけども、すでにヘビ砂持ってたんだよね。大丈夫かな私、ここで運使い果たしたりしてない？あれは、紫のグレポンかな。これはまあ、ロケランの弾要因ね。お、今度は紫のタクティカルアサルトか。これまた装備を強くできるな。ドローン、なくなんないね。これで何個目だろうな。今のは青武器だったから、まあ見に行く必要もないわね。まだ一個飛んでるな。拡大すると可愛いわね。まあ撃つんですけどね。ブーム棒まで。嬉しいんだけど、逆に怖くなってきたわ。それに、金武器全部持ってくわけにはいかんからな。近距離のこととか考えると、どれか一つは捨てなんで。いや、なんでだよ。バカなのかお前は。だって、全部最強なんだもん。いやまあ確かに強いけども、アサルトもショットガンも持たないってどうなってんだよ。まあまあ、たまにはいいじゃん。こんな構成したくてもなかなかできないし。それよりドローン戦法の問題は、資材が集まりにくいこと。だからこうして木を切りまくってるわけ。逆に建築とかでうまく立ち回れれば、この構成でも十分戦えると思うわ。そうなのかな。不安しかないんだが。さあ、早速あそこにターゲットがいますね。今さらそんなところの宝箱なんざ。さあ、この金武器三兄弟の力を思い知りなさい。いきなりロケランヘビスな。そして別の敵にはブーム棒。あの人にもロケラン当てたから。ブーム棒あと一発よ。おい、結構外してるじゃん。大丈夫、もう逃げ場はないから。ほらね、強いでしょ。ものの十数秒で二人倒しちゃったよ。確かに強いのかも。ここまで来たらもうミニポは不要。グライダーと交換するわよ。ああ。エピックのコンバットショットガンあるのに、武器構成はそのままで行くんだな。よし、向こうの敵にロケランヘビスナやってみよう。遠いから結構タイミングがシビアだけど。
あ、っていうかもう移動されてたな。く。それより近くにボーラーが。うわあ、なんだあれ、3つくっついて仲良さそうに。避けらんでまとめて壊してやるわ。さあ、遊びはおしまいよ。で、全員に避けられた。なんでうまく連携できてんのよ。うわ。ボーラーの体当たりで建築壊してきてる。そう。ここはアンチ内だから、もっとしっかりした拠点を作らないと。ちっちょあいつら、やりやがった。でも実は建築の下にボーラー隠してたんだもんね。お前も結局ボーラーかよ。っていうかそうなるなら建築する意味なかったな。おい。やめろ、引っ張るな。各自、各自で登ればいいでしょ。それにしてもアンチがボーラーピットは、これはボーラー乗っといてよかったな。逆にボーラーない人だと、ここ登るのかなり大変なはずよ。ま、すでにもうほとんどの人が登ってきてるんだけどね。弱体化とかお構いなく、ボーラーばっかしじゃねえか。まあ特に今回みたいなことになると、ボーラーないとかなり不利になっちゃうからね。でも私は一旦降りるわよ。他のボーラー壊していかないと、最終的に勝てないからね。近くにいた人はヘビスナチラつかせたら降りてったな。よっぽどボーラー壊されたくなかったのかな。あ、ボーラーじゃないけどそこから登ってきてる人いるわね。でもちょっと角度的に厳しいか。く、ダメそう。ボーラー狙うわ。うわー、避けられた。よし今度こそ。ってどれ狙えばいいのよ。結局どれにも当たらず。この、一つ一つ壊してやるわ。わ、一人が近づいてきた。よし、今度はあなたよ。そう、ちょこまかと。今度こそ。しっかり狙って確実に当てるわよ。ここだ。お、ダメージも入ったな。はっはっは、私はボーラー持ってるもんね。うわ、性格アップ。まあ耐久値半分くらいしかないけど、こっそりアンチに移動できればそれで十分よ。うわ、この狭い隙間をこそこそと。でもここまで来たらもうボーラーの役目はおしまいよ。あとは自分の足で戦うわ。さあ最終局面、気合い入れてくわよ。まずはそこのボーラー。またダメージ入った。そしてそこの飛んでる敵。うわ、ブームボーンやっぱ強すぎんな。これでボーラー2つ壊したから、あと1つかな。そこだな、よしここもブームボーンで。壊れるといいけど、当てた、でも横からショットガン撃たれた。シールド結構削られたな。ストームのダメージも入るぜ。困ったらとりあえず上に建築よ。そしたら下で敵同士が戦ってくれて、安全を確認してから回復ね。デカゴまだいっぱいあるな。とりあえず1個だけ飲む。終盤にこれだけ回復できれば上出来よ。さらに焚き火も設置しちゃったりして。あ、でも、ちょい奥の早かったかもな。6しか回復しなかった。でも大丈夫、もう残る敵は2人。その2人も下で戦ってくれてるみたいだし、早く決着つかないかな。真下にいるみたいだし攻撃は難しそうだな。というかレイム、剣体がもうなくなりそう。天空これ以上続けるのは難しそうね。今できることといえば、ヘビスナリロードぐらいしか。いや待って、あれは酒ね。ヘビスナリロードまだ途中だったぞ。く。気を取られてしまった。もう一人の敵は下ね。着地したらロケラン飛ばそう。いや、ジャンプパッド大きかったぞ。みんな飛んでった。こうなったら先に建築して、トラックとかで敵を牽制するしか。霊夢、気をつけろ。うわー、ロケランだ。これ建築厳しいかも。そろそろ建材も尽きるしな。とりあえず上に、でロケランはやばいって。なんとか回避、最後の機材で上に登った。よし、今がチャンスよ。やったー。おお、マジでこの武器編成で勝っちまうとは。最後建材なくなってやばかったけど、玉乗りで勝てたわね。ちょうど一人がもう一人を倒した直後に倒せたな。とにかく、今回の動画で伝えたかったことは、ドローンすごすぎるってことね。この金武器、全部ドローンから調達したものですからね。運が良かったのもあるとは思うが、これからホットスポットでの戦いが熱くなりそうだな。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼します。また別の動画でな。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。最初に断っておきますが、この試合の撮影は後で前です。フォートナイトは頻繁にアップデートしてくれるからな。実況が追いつかないこともままあるが、嬉しい悲鳴なんだぜ。アップデ後はドローンが追加されたりセミオートが復活したりしたけど、それについてはこの前の動画で少し触れたね。お、エピックの自販機、まだ残ってる。ヘビスナ、ヘビスナだ、やったー。プレザントパークの付近は自販機が多いからな。ヘビスナゲットできる確率が高そうっていうのも、プレザントパークが好きな理由の一つよ。おやおや、タレットの音が聞こえますね。焚き火の方の敵が撃たれてて、撃ってる敵はそこね。ふふ、絶好のヘビスナチャンスよ。タレットの敵はやっぱり狙いやすいよな。もう一人の敵も倒したいんだけど、なんか近くでボードが。おお、めっちゃ高く飛んでる。
華麗にトリックを決めてるわね。このまま遠くに行っちゃうのかな。いや、戻ってきた。これはチャンス。お、ラッキーだったな。コンバットショットガンが強かったわ。多分この辺にも敵いるんだよな。なんか戦った痕跡あるし。さっきの人のタレットを奪って、とりあえず建築破壊だな。でもやっぱりもうさすがにストームから出てるかな。タレット降りてその辺を捜索よ。あ、レジェンドのインファントリーだ。これ結局あんまり使わなくなっちゃったな。火力は出るけど装填数がな。まあでも今は役に立つかも。ボーラーの音も聞こえるけどとりあえず無視で。そこにいるわね。コンバットショットガンで様子見。うわ、ロケラン。うわあ、でも食らってない。岩肌に当たったみたいだな。ラッキーね。よし、相手はシールドなかったから。ヘビスに打ってからのインファントリーよ。お、うまく決まったな。補給物資が落ちてくるまでここで待機。いや、今あの駐車場に敵いるよね。こっちに気づいてないみたいだから、狙撃チャンスよ。よし、倒した。胴体だが一発で倒せたな。早速ドロップを。いや待って、なんか別の足音が。他の敵が近づいてきてる。戦うかどうか若干悩むが。仕方ないわね。ボーラーを身代わりに攻撃する作戦よ。ほらー、これでも食らえ。シールド割れたけど、なんか奥からもう撃たれてんな。く。よくね、この状況で戦うのは危険だわ。あえてリスクを貸して補給物資取らなくても武器はもう強いし、さっき倒した敵の建材とかを取りに行った方がいい気がする。ということで私は撤退よ。補給物資は二人で奪い合ってね。ま、そういう戦略もありか。あ、チャンス。よし、とりあえず一発。あとはタクティカルアサルトで。く、まだ倒せないか。体力シールドマックスだったのかな。それにしてもこの場所良くない？ピンチになったらすぐ飛んで逃げれるし。いや、これ終盤は動かないんじゃなかったっけ。あ、そういえばそうだったかも。まあいいや、とりあえずあの敵を。あと一発とかだと思うんだけど。他のスナイパーがこの場所狙ってきてるな。く、ストームも動くし絶対ね。よし、一発当てた。あ、あそこの鉄の建築のとこも狙えそう。あの付近はジョンウィックかな。そう、ちょっと遅かったか。増築されちゃったな。さあ、またストームの移動よ。今度は逃さないわよジョンウィック。お、かなり際どかったが足に当たったのかな。さて、ここからどうしようか。高いところに行きたいんだけど、地形的に高いところはなさそうだな。高いところがないなら、自分で作るしかないわね。床壁階段でアンチに向かいつつ上を目指すわよ。ストーム的にちょうどまっすぐ南に向かえばうまく登れそうだな。でもなんか敵のグライダーの音が聞こえる。私の建築が羨ましくなったんでしょう。でも残念、こっから先には行かせないよ。お、ナイスガード。このまま私はどんどん上へ。ここにトラップを設置して一応乗っ取り対策。もう残る敵は二人だ。裂け目でも使わないとここまでは来れないだろうな。下で戦うみたいね。よし、それなら私は天空からヘリスナー。おお、一人倒した。もしかしてこの場所めっちゃ強いんじゃね。ワンちゃん上にいるの気づいてないかもしれないね。よし、もう一発。ああ、ダメだったけどタクティカルアサルトの雨を降らせるわ。やったー。こんな高いところでビクロイ。お、よかったじゃねえか。最近よく思うけど、天空作戦マジで強いわ。ヘビ砂とかあればなおさらね。確かに、霊夢がビクロイ取るとき、天空やってるパターンが多い気がするな。これはいい方法ね。はい、今度はコマンドを使ってやっていきます。お、久しぶりだな。どうしてまた使う気になったんだ？それが、見てくださいよこれ。コマンドをあまりの試合の出たさに、ロックスの服を奪ってこちらを見つめてくるんですよ。なんだこれ。さすがにかわいそうになってきたんで、今回使ってあげたというわけです。まさかロックスの服を盗んでまであそこに来るとはな。相当試合に出たかったんだろうな。ていうか霊夢、さっきからスコープで覗いてるけど、どうして撃たないんだ？これがヘビ砂なら撃ってたかもだけど、緑のスコア差だからな。一発当てたところでそこまでダメージ稼げないし、連続して当てれるチャンスを伺ってたのよ。で、結局一発しか当たってないじゃねえか。そして相手はなぜか設置してあるジャンプパッドで逃げたわね。私も追いかけるわよ。ていうか、あの人ロックスじゃねえか。コマンドをバッグを盗んだから、怒ってるんじゃないか。だ。確かにそうかも。でも高いところは取った。青のドラムガンあるし大丈夫でしょう。あれ？コマンドドラムガンのエイムひどすぎじゃね？うちのコマンドは初めてドラムガン触ったのよ多分。操作してんのはお前だろうが、
でもここは先輩スキンとしての意地を見せ、残り体力2でギリギリ勝ちましたね。コマンドを頑張れー。マリサを食べた奴なんかに負けるなー。おい、その設定いつまで引きずるんだよ。補給物資、補給物資開けたい。近くに敵がいるけど。来た、金の蛇砂。おお、よかったな。今どっかから狙撃されて怖かったから、ちょうど出てきたこの裂け目を使って、面かろうと思うよ。うわぁ、金の蛇砂だけ取って逃げやがった。まあ蛇砂は、遠距離でこそ力を発揮しますからね。く。蛇朝一発でも当たれば大きかったんだけど、ダメだったな。まあそこに敵がいるのはわかったな。多分 SR 持ってるよね。これは狙撃バトルね。相手さん、すぐ移動できる位置に櫓を作ってるな。こっちも間欠泉あるから乗り込めるんだけど、ここは蛇砂で倒したいところ。おい、ストーム大丈夫かよ。うん、移動してきてるけど、この位置だと速度は速くないわ。さて、今チャンスだったのに外してしまったな。そう。今度こそ、相手からの反撃も警戒して、窓から撃ち抜くわよ。よし、ヘッドショット。おお、よかったじゃん。アイテム取りに行けるな。よし、当たった。こうなったらすこぶる有利よ。あとはここからどう詰めるか。タクティカルアサルトは当たるかな。この距離じゃ若干厳しそうね。もうこうなったら、無理やりグライダー展開して近づくわよ。ちょっと階段作っとけば結構飛べるでしょ。こういう時にもグライダーは便利だよな。さて、上は取られてるけど、ヘビスナ当てたからもうゴリ押しック範囲内。回復はされてたようだが、最後は根所で倒せたな。削られた分はちょうどスラープで戻せるわね。おや、なんか足音が。いるじゃんそこに。うおお、タクティカルアサルト。これまたひどいエイムだが、ここは倒せそうだな。さあ、終盤戦よ。コマンドを久々にビクロイ取れるのか。ダスティのとこに一人、隠れてるんだよな。微妙に角度が。そうだ、ここはボーラー壊しちゃおう。ふっふっふ、大事にしてたボーラーが壊れて悲しいでしょうね。さて、今は高い位置取れてるがアンチは遠いな。あとの二人は向こうで戦ってるのか。狙撃は無理そうね。それより、さっきボーラーの近くにいた敵は狙えそうだぜ。う。ストームが迫ってきて焦っちゃう。結局ストームのダメージも食らうっていうね。まあいいわ、ここら辺で。先に櫓を作っとくわよ。なんかグライダーの音聞こえるから、ワンチャン乗り込んでくるかもな。乗り込めないくらいの高さに積んどくわよ。でも、ここ微妙に範囲外になるんだよな。け。建築する場所ミスったかも。でも向こうに敵の櫓が、頑張って繋げたい。ああ、でもやっぱり壊されたか。せめてこの隙間に、ダメだった。だいぶもったいないことしちゃったわ。もういい、歩いてアンチに向かうわよ。お、今回は両手をも使ってるんだな。うん、一回使ってみたかったんだよね。さて、アンチには入ったが上は取られてしまったな。まだ敵も減ってないわね。ここは一旦落ち着くか。とりあえずこの場所なら攻撃食らわなそうだな。今のうちにヘビスナリロードしとくわ。おっと、木のところにも敵がいるな。でもここは焦って攻めないわ。上取られてるからね。終盤はアンチが狭いから玉乗りも多いしな。慎重に外に。うわぁ、妹。ここでまさかのミス。こういうことが起こりうるから嫌なんだよな。かといってなくしても寂しいしな。ぐっ。その隙に上から撃たれた。でも相手はあと一人だ。頑張れコマンドー。こっちには金のヘビ砂がある。まだ？まだワンチャンあるぞ。残念でした。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は2本立て、前半はアプデ前で、後半で新武器使っていくぜ。さて、初手折りなんか失敗した上に宝箱もありませんね。フロアドロップも古文の宅所くらいですね。いきなりヤバそうだが。こうなったら隣の家を漁られる前に制圧するしかないわ。あんまりダメージでないけどとりあえずぶっ飛られる前に攻撃。ちょっとだけダメージ入ったな。シャドウボム使ってきたわね。ということは武器持ってないのかな。てかもしかしてこの人のスキン。ならだー。おお、いきなり同じスキンの人と当たるとは。なんかすごい偶然ね。しかもこの撮影の時、まだ奈良ちゃんの動画出してなかったと思うわ。マジで偶然の一致だな。さて、サクサブも拾えたんでとりあえずいい感じね。この家の中も探索しましょうか。と。なんか別の敵が近づいてきてる。ここは安定のサクサブよ。うん、やっぱり強いね。この時はまさか、もうすぐ保管庫域になるとは思ってもいなかったよな。さて、シールドがないのが若干不安だけど、このままだと勝ち目が薄いので、この家の中にいる人と対決します。でも、どこにいるんだ？ふふ、こういう時の心理は大体わかるわよ。多くの場合、この階段の下に隠れるのだ。だからもうこれごと壊しちゃえば。
あ、ほんとだ、いるじゃん。あっぷな、室内でブーム棒撃ってくるよあの人。シールドないから、爆風食らったらアウトだぜ。でもここはブーム棒のためにも積極的に攻めるわよ。よし、なんか金武器いっぱい持ってんじゃん。ポーションもゲット。おお、こりゃあよかったな。お、狙撃バトルか。霊夢よくその場所でやってるよな。今回はブームボーとセミオートもあるよ。ああ、撤所で195ダメージ入ったのに倒せなかったな。くそー、もどかしい、もどかしいよ。もうこうなったら顔出しては来ないだろうな。あ、ボーダーだ。ブームボーで攻撃するわよ。最初の一発が肝心、よーく見極めて確実に当てるわよ。めっちゃ溜めるじゃねえか。よし、ここの坂を登るときよ。やったー、一発で倒した。シールドなかったんだな。なんか別のボーラー来てるし、こっちもボーラーでドロップ取りに行くわよ。で、あれ金のヘビ砂じゃん。やったね。当たったけど、今のはヘッドで倒しきりたかったな。あ、まただな。さあ、あと5人。インベントリが一つ空いてるのは、デカボー飲んだからだよ。さて、この場所ならブームボー当てやすそうね。よし、これで残り4人。さて、前回のように天空ヘビ砂ブームボーやっているよ。わ、でも建築撃たれてるぜ。うわぁ、落とされた。まあ仕方ないわね。そこの屋根の上から建築してなんとか頑張るわ。焚き火の煙が見えてたから、そこの建築に一人はいるはずだな。あ、でもやばい、ちょっとミスった。おっと、敵同士で戦ってくれたみたいだぞ。これであと一人目、建築でマウント取るわ。今度はうまくやるんだぜ、霊夢。オッケー、任せといて。これで上は取れたでしょう。霊夢はショットガン持ってないからな、距離を取って戦いたいところだ。よし、このブーム棒で。あ、ミスった、リロードだ。何してんだよ。言い訳だけど、これリロードできてなくても構えれるの紛らわしい。でもまだチャンスはあるわよ。相手が下から登ってきてるぞ。よし、これはもら、あいやー、ドンマイレイム。相手さんの建築、見事だったぜ。さて、アップできましたね。まさか。まさかサクサブが消えるとは。レイム結構好きだったもんな。まあタクティカルアサルトと性能被ってる感じしたし、しょうがない部分はあるよな。その代わり、新しく追加されたバースト SMG に行きたいね。お、これか、早速出てきたよ。なんか見た目はちょっとあれみたいだね。スノーボールランチャー。そうかな。でもまあ白い武器は珍しいよな。この武器、4点バーストで弾が出るみたいだね。試し撃ちしてみたいけど、場所がバレるのも嫌なんで、敵が来た時に使ってみようと思うよ。それまでは物資集めだな。あ、敵がいますね。ボードに乗ってる敵は、まずはコンバットショットガン。あ、あれ？この前はうまくいったのにな。もういいわ、ここで新武器よ。さあ、どんなもんかな。おい、当たってないぞ。でも近距離でこそ力を発揮するからね。なんか、霊夢はガバガバだし相手のタクショも当たってた気もするし、いろいろ突っ込みどころはあったが。一応新武器で初キル取れたわ。これ、結構いい感じよ。あ、そこで補給物資をめぐって二人が戦ってますね。ここは私がこっそり、補給物資だけいただいちゃいましょうか。うわぁ、知ってるな。まあまあそう言わずに、攻撃しないんだから平和主義と言ってほしいね。そうやってまた都合のいいこと言うんだから。お、金コンバット、やったー。しかもちょうどよく裂け目まで、これでパパッと逃げれますね。戦ってる二人からしたら、狐につままれた気分だろうな。まあ、こちとらならスキンですからね。さてと、資材集め資材集め。おっと、足音が聞こえるわ。誰か来たみたいだな。どこだ、外に出て確かめよう。危な、ヘビ砂か。ここでバースト SMG。おーすげー、新武器で2キルじゃん。これいいわ、気に入った。公式の説明通り、近距離でかなりの威力を発揮するな。撤所の倍率がサクサブより若干低いけどね。そこのボーラーを。とやばい、そんなことしてる場合じゃない。誰かがジップラインで登ってきてる。もっと早く気づけたら、狙撃も狙えたのにな。とりあえず建築バトルよ。と、意外と簡単に上取れたわね。ここはコンバットショットガンだけで勝てそうよ。お、ナイスなんだぜ。しかもこの人、青のバースト SMG に、スカーまで持ってたようね。だいぶ武器は強くなるな。よし、ここまで来たら敵はいないでしょう。ヘビ砂で建築のあたりを除いて狙撃態勢よ。
敵いないしボーラーでも壊しとくか。うわあ、なんだなんだ、めっちゃ食らった。びっくりしたな。ヘビスナ、いやダメージ的に違う。ショットガンっぽかったが、近くに敵いんの？足音が。うわあ、物資か、気づかなかった。一旦ボーラーで遠くまで逃げて体力回復しなきゃ。危なかったな。二発目撃たれなくてよかったな。撃たれてたら確実に織田物だったでしょうね。しかも近くにボーラー置いてたからすぐ逃げられたな。お、あそこにちょうどよくメディキ落ちてるわ。やったー、これでさっきと同じまで回復できるわね。あ、そこに敵いるわ。まずはヘビスミで撃って、スカーで追い撃てよ。あとちょっとで倒せそうだが、なかなか当たんないわ。でもまあ、建築してこないからなんとかなりそうね。これで、残る敵は3人だな。このザブロック初めて見たけどさ、なんかこの突起のところ一番強くね。ちょうどアンチに入ってるな。この試合においては間違いなくベスポジだぜ。よし、ここをキープするわよ。グライダーはないけど、フォーラーあるから最悪脱出できるしね。下に敵いるから登ってくるかと思ってこれ設置したけど、やっぱりいらないや、壊し、おい、何やってんだよ。てかなんで毎回終盤に重大なミスを犯すんだよ。やばい。落下ダメージ気をつけていかないと。でそこに普通にいるんだけど。しかももうちょっとで倒せそうだよ。黄色で83ダメージだったな。ここで新武器を使っていくわ。おお、建築壊してそのまま当たった。立てこもってる相手にも有効なのかもな。よし、これで敵はあと一人よ。グライダーはないけど、ちょっとずつ降りていけば大丈夫よ。でもこのザブロックだと、敵を見つけるの大変そうだな。そうね、開けた場所に移動してからの戦いになりそうね。うわ、びっくりした。なになに、敵がいるの？いや、このタイミングでドローン撃つとは考えにくい。多分ドローンがストームに入って壊れた音だな。そうか、ここホットスポットだったのね。とにかく、ドローンの音は気にせずに行かないとね。いやー、高所に売り取れてるから。グライダーがあればこのまま天空もできたのにな。このくらいの高さで我慢するしかないわね。さあ、相手さんはどこかな？多分ザブロックから出てくるとは思うが。先制攻撃を仕掛けたいところよね。あ、いるじゃん。バースト SMG にも使えて攻撃よ。ウォーを建築も壊しちゃえ。お、いいダメージ入ったな。よし、あとはキンコンバットだ。やったー、新武器使っていきなりビクロイ取れたよ。バースト SMG、結構活躍してたな。うん、思ったよりかなり使える武器だったわ。特に、木の建築を破壊しながらの攻撃が強いと感じたわ。確かにな、まだちょっとしか使ってないからわからんけど、今後もよく使うようになるかもしれないな。みんなはもう、新武器は使ってみたかな。よかったら感想など、気軽にコメントしてくれなんだぜ。クリエイターサポートも、よかったらお願いしますね。というわけで、私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画で会おうね。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回はフェイタルフィールドに降りていくよ。お、珍しいじゃねえか。なんか、オートバイトが見つかるって書いてあったからね。てか、結構敵来てるなぁ。早めに武器拾わないとね。最初は弾薬だけか。急いで2階で探すわよ。いや、動画にはしてないんだけど、実は最近結構負けが続いていて、そろそろ勝ちたいんだよなぁ。お、エピックの二丁拳銃じゃん。これは強いわね。でも宝箱の音が全然聞こえないなぁ。この奥にあることもあるけどな。今回はこの家には宝箱ないみたいね。外れだったかな。でも武器は結構落ちてたから、あとはシールドをつけたいところだな。そうね、まあ一応屋根裏も見ておきましょうか。わ、ミニポ。青のタクショも落ちてる、ラッキー。ショットガンもゲットできたのは大きいな。って、ここに金コンバット落ちてんじゃん。やっぱ、屋根裏物資豊富すぎだろ。てかフロアドロップだけでこれだけゲットできたのはすげえな。うわぁ、敵だ。反応が遅れてしまったが、金コンバットで勝てたわ。てかこの人、金スカー持ってんじゃん。なんであの距離で使わなかったんだろうな。ま、とにかくラッキーよ。いろいろもらっていくわ。序盤で金コンバットと金スカー。これはさすがにビクロイ狙える運の良さだな。さて、この中にまだ敵がいるみたいですね。とりあえず上に乗って、プレッシャーかけていくわ。もういい、屋根壊しちゃえ。あ、今一瞬人が走った形跡が。多分この右下に隠れたんじゃないかな。よし、体力若干不安だけど、武器強いし突撃よ。おやー。ってあれ？いないんだけど。落下ダメージも食らってるし、
いつの間にか外に出られてたんだな。くそー、これじゃあ逆に私が袋のネズミ状態じゃないの。とりあえず外に出た方がいいかもな。で、あそこになんかいるし。よし、先にシールド割ったわ。な。フリントノック？危ねえ、ギリギリだった。最後先に当てられてたら負けてたな。間一発、にしてもとにかく金コンバットが強かったわ。あの距離での打ち合いはめちゃくちゃ強いよな。さて、まだ敵いそうだけど体力回復したいわね。どっかに焚き火とかなかったかしら。てか、あの小屋の中からも物音が聞こえるぞ。ちょ、それはやばい。一旦ここの影に身を潜めるわ。奇襲でもかけないと勝率は低そうだもんな。あ、でも、ちょうどあそこの壁壊そうとしてるわ。よし、これはチャンス。お、またラッキーだな小屋。あんまり物資持ってないわね。さて、砂漠のオアシスに来ました。宝箱からデカポ、シールドマックスにできるな。いやー、やっぱりオアシスはいいわね。宝箱あるし、焚き火もあるから体力回復できるし、足りない分はココナッツで補えるしね。そういや、フォートバイトは結局見つけてないが。この際しょうがないわ、回復が最優先よ。さて、回復して戻ってきました。お、宝箱からデカポとサクスな。これは神排出ですね。だいぶ理想に近いインベントリになってるな。さて、風に乗って一気に移動。フェイタルは移動も楽になったよな。あー、でもやらかした。はやぶさちゃん、気に止まっちゃったな。あー、せっかく体力回復したのに。うわー、足音聞こえるんだけど、ここにも敵いるじゃん。とりあえず上に登っとくんだぜ。あそこに建築もあるわね。あ、いた、なるほど、宝箱取ろうとしてたのね。攻撃しようとしたら、下に行っちゃったみたいね。まあとりあえず上に登っとく。いやーなんだろう、なんかすごい違和感があるんだよね。うん、なんかわかる気がする。あーそうか、足音聞こえてるのがおかしいんだ。それだ、ここ前は音楽流れてたもんな。しばらく来てない間に、変わったのかな。まあ、音楽はない方がありがたいわ。敵の足音が聞こえるからね。お、ちょうどよくメディキット持ってるじゃんこの人。しかも裂け目もあるから、スムーズに移動できそうね。さて、もう残り7人だけど、ここはリスクを冒して敵のおこぼれのグライダーを拾いに行きます。やっぱり最近の敗因は、グライダーを軽視したことだと思うんだよね。終盤に回復2枠もいらないわ。ここにグライダーあるのは、遠くからスコープで覗いてたんだな。む、でもやっぱりこの建築の上に敵いたか。どうしよう、真下にいたら攻撃されることはなさそうだけど、この高さ、上を取るのは難しそうだな。グライダーあるとはいえ、ここで建築バトル挑むのは違う気がするな。それじゃあサクスナで、下からワンチャンを狙う？いやーそれもダメだ、部が悪すぎるし。相手がブーム棒でも持ってたひにゃめも当てられない。ここは、面倒だけど建築破壊よ。一つ一つ壊せば、いつかは崩せるわ。まあ、この状況では一番いい方法かもしれんな。しかもこれ、意外とすぐ崩れるかもしれないわ。よし、やったわよ、これで高さは対等よ。そしてこっちの方が先に建築始められるから、建築バトルで有利。なんとか上取れそうだな。おっと、そしてここで助け船。誰かが下の敵を狙撃して、たまらず飛んでったわね。む、多分あそこだな。とりあえず霊夢は落ち着けるな。あ、そうだ、実は最近ボタン配置を少し変えて、編集を L スティック押し込みにしました。まだ操作慣れてないけど、この方がいいと視聴者さんが教えてくれたからね。教えてくれた方、ありがとうございますなんだぜ。さて、下でさっきの人たちが戦ってるわね。ここはスカーで邪魔しちゃうわよ。お、一人倒したけど、もう一人は建築に隠れちゃったわね。どうしよう、とりあえずリロードして、あの下にまだ隠れてるなら、ゴリ押しでいけるかな。真ん中あたりにいるといいんだけど。うわあ、ヘビスナ撃ってきた。あれはかなりうまそうな撃ち方だ。さっきも建築バトル中の敵に命中させてたもんな。ここは、ヘビスナが怖いから一旦諦めよう。なんか別の敵も来てるみたいだしね。そういやレイム、Lステック押し込みは、ダッシュにしてなかったっけ？うん、ダッシュしやすいようにそうしてたんだけど、デフォルトでダッシュに設定すれば、そこまで支障ないと教えてくれたんだよ。なるほどな、じゃあ今は落ちづらい十字キー下がダッシュになってるか。ほとんど使わなくていいってことだな。そういうこと。まあたまにこれまでの癖で、建築バトル中とかにLスティック押し込んじゃって、致命的なミスをすることもあるんだけどね。新しい設定に慣れていくしかないな。さて、ここに敵が。って何よこの人、室内でボーラーブーストしてくるんだけど、めっちゃ荒ぶってるな。そう、狙い定めにくいし建築壊してくるし、結構厄介ね。もう、この家全部壊しちゃうつもりかしら。さあな、でもとりあえずは手出しにくいな。次の移動まで、おとなしくしてた方がいいかもな。そうかもね。と、ここで相手3ボーラーから降りたわ。もしかしたら狙えるかも。
結構めんどくさそうね。とりあえず私は他の敵を探しておくわ。もう一人、どこかにいるはずだからな。あ、あの建築。まだ作りかけだわ。間違いない、もう一人はあそこよ。なんか、下の敵は獲もうとしてんな。そんな安い挑発には乗らないわよ。な、嘘。いつの間に。なるほど、作りかけの建築はジャンクパッドだったのか。よし、でも一発当たったわ。しかも相手は2発とも外してくれた。99ダメージ、シールドは割れなかったがかなりのアドバンテージだ。さあ、ストームの移動に備えるわよ。一人はまだこの中にいるな。わ、ピンクボム、危ねえ。てかここの人まだ獲もうとしてるし。あ、今ボーラーに乗ったわね。まあ、たらぶってんな。もう、さっきから鬱陶しいわね。こら、どっか行ってなさい。こらこら、さっさと遠くへ。ボーラーはいつ降りてくるかわからんからな。近くにいると結構怖いよな。おっと、そんなことしてたら上に乗られたわ。やばい。上で建築されてる。てか私現在全然ないのもやばいんだよね。申し訳程度の資材集め。おっと、向こうの丘に行こうとしてる。立てるか、その前に壊すわよ。さすがキンスカー、建築破壊も早いんだぜ。よし、降りてきた、金の根所で。やった、滑り落ちる金のヘビ砂。惜しいけど、そんなこと言ってる場合じゃない。ストームが来てる。急げ霊夢、どんどん体力が、うおー。ふん、なんとか50ダメージで抑えた。焚き火で回復できる圏内。とそこにユアボーラーの敵。なに、このタイミングで降りてきた。少し対応が遅れてしまったな。そう、逃げると思って油断した。ああ、こういうミスだよ。編集をしちゃったよ。焦って今までのつてで押しちゃったんだな。でも、落ち着こう。相手がボーラーに乗ってる限り、攻撃はされない。ゆっくりと回復できるじゃないのよ。ボーラーの弱点は、乗ってる間何もできないことだよな。こっちは建築も回復も、攻撃だってできるのよ。さ、結構回復してきたわ。覚悟しなさい。ここでグライダーが生きるよな。今回のインベントリは、すべてが活躍してる感じね。さて見つけた、上からキンスカーでボーラー破壊。グライダーで一旦その辺の建築まで飛ぶわよ。そしてすかさずスカーで追い打ち。よし、シールド割れた。しかしここで、レイムは後に着地しないといけないぜ。撃たれてる。キンコンバットで対抗よ。やったー、久々のビクロイ。動画的にはそうでもないかもだが、撮影に結構時間かかっちゃったんだぜ。今回はとにかく、金のコンバットショットガンが強かったわ。序盤で拾えたのはかなり大きかったよな。ほとんどのキルはこれだったわよね。7キル中5キルが金コンバット、2キルが金スカーだな。ということで、いかがだったかな。最後まで見てくれてありがとうな。ところで、当チャンネルのツイッターだが、たまに未公開シーンなども上がったりするみたいなんで、アカウント持ってる人は、よければフォローよろしくな。それじゃあ、また別の動画で会いましょう。さようなら。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今週も来ましたね、アップデート。いやー、ほんと毎週新しい要素が追加されるんだからすげーよな。マジでそれね、エピックさんすごすぎ。さて、今回ポーラーピークが大変なことになってると聞いたので来てみたら、確かに大変なことになってるじゃありませんか。城がなくなってるじゃねえか。アイスキングちゃんのお城が、残骸は下の方に落ちちゃったのかな。それにここ、目玉みたいなのがあったんだけど、それもなくなってますよね。え、どこかに逃げ出したのかな、怖すぎだろ。てかなんかここめっちゃ人来てない。普段は誰もいないのに。おい、降りる場所なくなっちゃってるじゃねえか。まずい。とりあえずあの焚き火のところに宝箱があれば。って、この感じだとないじゃん。しょうがない、その奥の壊れた小屋のところに行くしかないわ。って、あれ？ここ滑らなくなっちゃったの？残念だなぁ、滑って早く移動できるのがここの好きなとこだったのに。前はここもツルツルだったもんな。一部氷っぽいところも見えるけどね。てか、これってよく見たら。何かの足跡じゃね？だ。確かに。言われてみればそうね。しかもこの足跡、なんか恐竜っぽいぞ。マジか。それじゃあ氷の中に閉じ込められていた恐竜が目覚めて、どっかに逃げ出したってこと？もしそうだったらえらいこっちゃな。恐竜かどうかはまだわからんけど、超巨大生物であることは確かだぜ。足跡であの大きさだもんね。相当でかいはずよ。でも、何にせよこれからが楽しみね。あ、やっべー外した。おい、ダメじゃねえか。てかあの人二人から同時に撃たれてたな。それなら一旦回り込んで、玉乗りを狙うわよ。ここはまだ滑るところ結構残ってるんだな。うん、よかった。ここなくなっちゃったらちょっと寂しいな。そういや前に、足に氷がずっとついたまま戦うモードあったよな。
あんまりやってなかったけど、もうちょっとやっとけばよかったわ。滑るの楽しいからね。さて、そこら辺にダイナマイト投げ込んじゃうよ。これは結構刺さるんじゃないか。お、結構いいとこ投げたな。あれでも、相手さんなんか全然反応しないぞ。なんか、もう一人を打つのに夢中になってくれてるわね。やった、玉乗り大成功。ちょうどもう一人も倒してくれたんだな。なんかアイテムがいっぱい落ちてるね。まあパッと見レア度の高いものは少なそうだけど、とりあえず SMG とかもいいのに交換しとくわ。というかなんか、見慣れないものがあるんだけど。これは新しく追加されたアイテム、ストームフリップだ。すごい、なんか瓶みたいね。これは、ストームを発生させるアイテムらしいぜ。レア度はエピック、1スタックずつしか持てないぜ。ストームを発生。それは新しいわね。使うのが楽しみだわ。どんな感じなんだろうな。って、なんか撃たれてるんだけど。喋りながら敵を探すわ。おう、そうだな。さて、ストームフリップだが、アンチ内に使うとストームになるが、ストームに使うとアンチになるみたいだぜ。なるほど、状態が反転するのね。最後天空城で耐久された時とかに、逆転できる可能性があるからいいわね。確かに、他にもいろんな使い方ができそうだよな。これ、ストームフリップのあるところにさらにもう一個投げたらどうなるのかな。反転の反転だから、元の状態に戻るのかな。なんか、クリエイティブでみんなで投げ合って遊ぶのとかも楽しそうよね。確かに、それで誰が最後まで生き残れるか、みたいなな。おっと、喋ってたらさっきの敵っぽい人を見つけましたね。あ、屋根の上にいるぞ、霊夢。くそう、中に入られたか。だがしかし、今こそストームフリップの出番では。これであの家に、ストームを発生させてやるわ。おう、楽しみだぜ。さあ、行けー。うおー。ストームが生まれてる。すごい、どんどん広がってるよ。1ダメージずつ入ってるな。そして、慌てて出てきたところに追い打ちよ。相手からしたらこりゃ焦るだろうな。と、根性の癖で遠くからタクショー打っちゃったけど、シールドなかったわ。背中をついて倒すわよ。おお、これはストームフリップ、いきなり役に立ったな。やべえ、誰か登ってくる。高いところに登って、戦闘準備だぜ、霊夢。うおお、もう来てる。頑張れタクショー。よし、危なかったわ。まずは回復しないとな。と、回復したらすぐまた敵が登ってきた。で、嘘？ここに金のヘビ砂起きてんじゃん。気づかなかった、拾わなきゃ。建築よりヘビ砂を優先する霊夢であった。そしてその結果上を取られるというね。まあ大丈夫、まだ勝負はここからよ。なに？そんなところにタレット？でも真下にいたら当たらないよ。相手さんの狙いは？なんか降りてきてる。で、勝手に攻撃できるじゃんこれ。お、なんかラッキーでシールド割れたな。な、今度はジャンプパッド設置してきたか。なぜか霊夢が飛んでしまったが、それで逃げる気なのかもな。あ、編集して飛んでったわね。さすがにどっか遠くに逃げちゃったかな。いや、そうでもないみたいだぜ。な、積極的なバナナね。まだ戦おうっていうのかしら。私は一向に構わないけどね。あと一発だな。さすがに今度こそどっかに逃げただろうな。倒しきれなかったけどまあいいわ。私は金のヘビ砂ゲットできただけで満足よ。で、また誰か来たわ。今日はよくお客が来るなー。と思ったらさっきのバナナじゃないのよ。ふっふ、でもそれなら余裕よ。あなたの体力が少ないことはわかってるんだからね。残念でした。そんなトラップに引っかかるような私無理させねー。なんで私なんだよ。畜生、せっかく金のヘビ砂拾ってたのに。怒ったかんな、許さないかんな。はふれーれーむ。ごめん、ちょっと意味がわからない。てかそもそもお前が早めに仕留めきらなかったのが悪いんだろ。ま、それもそうだけど、もうちょっと広いと思ってたわあそこ。ま、気を取り直して PP に着地していきましょう。屋上にジャンパが見える、悪くないね。いや、でもこれって。めっちゃ敵いるじゃねえか。あ、やばいやばい、二人はいるよ、銃拾えないし。タレットで戦うしかないじゃないのよ。いや、なんでだよ、ジャンパで逃げればよかっただろ。その手があったか。でもいい、私はここにタレット設置して、敵を待ち構えてやるもんね。いや、おかしいだろ、どう考えても頭悪いって。大丈夫、タレットは当たりゃ強いんだから。さあ、どっからでもかかってきなさい。あ、裂け目の音、私も入れて。電源撤回が早すぎんだろ。あれ、裂け目ないんだけど。うわぁ、やめて、トラップあるし敵いるし。もうここで迎え撃つしかないわ。いや、そう単純に攻め入ってくるかな。あったわ。うおぉ、このタレットを捕らえ。いや、かすんかい。でももう一人敵が、ハミちゃんのんきに喜んでる場合じゃないよ。あ、ねんごねんご。でも一応ピストルはゲットできたな。体力やばいけど。なんとかならないかね。あ、また裂け目の音、今度こそ入れて、ってなんでまだいるんだよ。うわぁ。ふぅ、なんとか助かったみたいね。
はちゃめちゃすぎるだろ。おい、何持ってんだよ。いやーこのストームフリップ、終盤にこそ強いでしょ。ストームが5ダメージならスティンクボムと同じ。10ダメージならその2倍の強さがあるのだ。まあ確かに、範囲もスティンクボムよりは広くなるけどさ。ということで今回はストーム作戦。終盤にストームフリップをうまく使ってビクロイ取ろうと思うよ。スラープと包帯も持ってきたから、場合によっては自分だけのアンチを作って、耐久作戦もできるよ。攻撃に使うか防御に使うか、どっちにせよ新アイテムの使いどこが重要になってきそうだな。さあ、ストームが狭くなってきたわ。そろそろ行動開始よ。まずはそこの敵、激しい戦闘があったから、きっと手負いのはず。後ろからこっそりスカーで攻撃しちゃうわ。うわぁ、またヨフノリだな。やった、金武器いっぱい。と足音が、そっちに敵いたのか。ストームの方から来たな、意外だったな。バナナね、クソ、さっきはよくも。あんたなんか、建築でストームからで連絡してやるわ。いやその人に罪はないけどさ、うまく閉じ込められてんな。はっはぁ、どうよ。やっぱりフォートナイトにおいて、ストームはある意味最強の武器。そして私はこの終盤に、ストームフリップを持っている。そして霊夢にとって最高の次のアンチ。私が一番近い場所にいて、相手が一番遠い場所にいる。そしてこの高低差、相手はここを登り切らないといけない。当然、上からは霊夢がスカーで攻撃するからな。ジャンプパッドか裂け目を使わないと相手にとって厳しい状況。まあ正直このシチュエーションなら、よっぽどのことがないと負けることはないと思うけど、私は相手を絶望の淵に追いやり、確実に仕留めてあげるわ。そう、このストームフリップでね。うわぁ、わっつい顔してやがる。そう、相手は勝つためには、ここを登らないといけない。しかしそのルートに、突然ストームが発生したらどうする？さあ、食らいなさい。絶望の一手を。うわぁ、投げやがった。ここで小さなストームが発生。この終盤でこのストームを抜けるのはきついし、ストームの重なったアンチに逃げても、もう戻っては来れない。これが、ストームフリップだ。いやぁ、マジか、すげぇなこのアイテム。最後完全に相手を詰ませた感があるよな。いやぁ、それにしても斬新ね。いろんな使い方ができるから、とにかく楽しいわ。こりゃまた一層バトルの戦略が増え、面白くなりそうだぜ。はい、というわけでいかがだったかな。個人的にはストームフリップで早速ビクロイ取れてよかったです。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼しようと思うぜ。また別の動画でお会いしましょう。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回はスクワットやっていきます。というのも、前回使ったストームフリップ、チーム戦の方が使い道多いかもしれないと思ってね。例えばストームでダウンした味方を、蘇生したりもできるな。そうそう、というわけで前回と同じ家に降りたけど、今回はちゃんと、宅所が落ちてますね。前は敵もいっぱい来てて、武器拾えなくて大変だったもんな。さて、隣の家には敵がいるみたいね。ミニポも見つけたし、私が制圧しに行こうかな。他の味方さんは、街の北側に固まってるな。それなら、後で挟み撃ちできるかも。よし、相手も物資が少ない今のうちに仕掛けるわよ。とりあえず建築で上に。ってやばい、全然建材集めてなかった。でも結果オーライよ。お、一人ダウンだな。まだ敵の足音が聞こえるわ。近くにいるはずよ。あ、見えたな。これは家の中に入ると思う。よし、読みが当たったわ。窓からタクショ、これで2ダウンだな。さてと、悪いけどこっちも物資が乏しいんで、各キル入れさせてもらうわよ。まあ4人いるし、できればプレザントパークの物資全部集めたいところだな。さて、とりあえず SMG も拾って、ちょっとだけミニポで回復。そういえば、外にもまだダウンしてる敵いたよね。あ、いなくなってる、移動したのかな。いたわ、ともう一人敵が来てる、助けに来たのかな。でも先にシールド割ったわよ。よし、これで3キル。やっぱ、序盤にタクショ拾えると強いな。お、しかも青のコンバットゲット。幸先はいいですね。ここの宝箱は、あ、もう開けられてるわね。おい、なんか敵来てるぞ。味方さんが背後を突かれてる。危ない、すぐに助けないと。お、味方さんダウンしちゃったが相手もダウンだな。よかった、一人で乗り込んできたみたいね。あ、これは、ストームフリップ。ちょっと、これだけもらっていこうかな。あ、あそこで味方さんたちが戦ってる。やばい出遅れた、急いで加勢しなきゃ。ダイナマイトで建築壊してるから隙ができそうだな。あ、でも私なんか全然必要なかったみたい。タレットも使ってくれてるな。あ、でも、一人ダウンしちゃったよ。でもタレットで撃ってくれてるからなんとかなるかな。な、あれはダメージトラップ。リブートカードになってしまったぜ。くそう、よくもやったな。ブギーボムを食らえ。全然意味ないんだけど。あ、あれ？建築あったからかな。
まあよくわかんないけど、もう一回投げてみよう。あ、味方さんが普通に倒してくれたな。あ、金の蛇砂っぽいの落ちてる。いいなぁ、欲しいけど、私何もしてないからなぁ。それより、味方さんのリブートよ。よし、カード取ってくれた。今ならまだ、プレザントパーク間に合うかも。やばい、また出遅れた。急げ霊夢、味方さんがピンチだぜ。く。敵はどこだ？あ、上か。これは分が悪いわね。ここはボーラー乗ってる私が一気に近づいて、近距離戦を仕掛けて、相手を撹乱するわよ。さあ、覚悟しなさい。てめえ見た敵言うー。4人いるな。ワンパーティーだな。ちょ。ごめん。これは無理。かっこ悪、尻尾巻いて逃げてるじゃねえか。とりあえず味方さんのところへ、一人ダウンしちゃったし蘇生しなきゃ。うわ。めっちゃスティンクボム投げてくる。厄介だな。よし、ダウンした味方さんは物陰に。あ、でも、ここストーム入るじゃん。よし、今こそ。いけー。お、ここでストームフリップ。ストームとストームが重なり、アンチ外にアンチが生まれた。そう、これがチーム戦でのストームフリップの使い方。今までは諦めなきゃいけない状況でも、蘇生ができるのだ。これはストームフリップのいい使い方だな。よし、効果が切れる前に本当のアンチに戻らないと。そして早く戦いに加わらないとな。蘇生してる間に味方さん一人減っちゃったし。さあみんな、全身全霊でぶつかるわよ。うおー、くらえタクティカル当たると。まずはそこのピンクマちゃんだ。え、何このキルログ、さっき蘇生した味方さんなんだけど。味方のキルログ出すやつ初めて見たわ。いや、なんでだよ。なんで私がキルしたみたいになってんの。まあとにかく、二人で頑張るしか。一人になっちゃったよ、やばいよ。3対1の状況だ、頑張れ霊夢。く。まだだ。まだ諦めないぞ。まずはタクティカルアサルトで少しでも削る。シールド割れたが、霊夢もかなりピンチだ。いや、ハンドキャノンなら、まだワンチャンあるぞ。おお、半キャで2連続ダウン。よし、これで1対1だ。3連続ヒット、これもしかして大逆転やだめなんかーい。く、悔しい。相手の残り体力、6だったな。はい、ということで今度は、マグマパニックやっていこうと思います。マップの端の方のザブロックに集合したんだけど、他にも敵がいたみたいで、一人やられてしまいました。マグマパニックはスクワットだと特に味方が重要になってくるからな。少しでも多く生き残っておきたいところだぜ。というか霊夢、今回はリンクス使ってるんだな。うん、リクエストも結構多かったしね。黒リンクスって強そうだからいいよね。あ、金のコンバット出た。やったー。このモード、接近戦用にショットガンは持っておきたいよな。金コンバット拾えたのは大きいぜ。やばい味方さんだ。そう、やめて、核キルはしないで。ああ、わずかに遅かったな。このバナナ集団ね、よくも味方さんを。一人ダウン、もう一人もシールド割ったが。ここはヘビーアサルトよ。よし、2発当たったからあと1発だ。最後はショットガンで決めてやるわ。お、金スカーにブーム棒だな。ブーム棒は普段なら嬉しいんだけど、このモードでは SR の方が役に立つわ。スコープがないと遠くの敵はきついし、建築破壊力も高いからね。てか、ここに金コンバットとか落ちてるのに、最後の味方さんいつの間にか遠くに行っちゃってるよ。ちゃんと合流しないとな。お、この溶岩がせり上がってきて全てが飲み込まれる感じ。懐かしいな。うん、シーズン9でもできるとは思ってなかったわ。それより、早く味方さんと合流しないと、適当に集合地点を決めて、来てもらうのを待つしかないわ。よし、あの辺ならちょうどいい感じの位置じゃないかな。うん、もしかしたら来てくれるかもな。マグマパニックで人数が減ると何がきついって、使える資材の数が減ることですよね。今のうちに、少しでも集めておくわ。あ、無事合流できました。む、スカイプラットフォームに敵いるね。とりあえずサクスナで一発。やっぱこのモードはスカイプラットフォーム強いよな。あ、でも、スカーで倒せたわ。ダウンしなかったってことは、あそこには一人しかいなかったんだわ。よし、乗っ取れるわよ。やばい。敵が飛んできてる。あーごめん、味方さんの右に突き刺えちゃった。今のはマジ申し訳ない。何としても復活させるわよ。でももう一人、シャドウボムで誰か近づいてくるぞ。そう、負けるもんか。絶対助けるんだ。で、またバナナだったな。なんか今回めっちゃ多いな。で、復活したはいいけどストームがやばい。走れ、走れー。味方のバナナさんは今医療キット使ってるんだぜ。やばい、私も間に合わなかった。ここは貴重なジャンプパッドを使うしかないわ。
少しでも体力すらないように。あとはもう健在と体力勝負みたいなとこあるからな。でも霊夢の値引きもあと1個だけ、結構きついな。健在は結構溜まったんだけどね。よし、暗地には入った。あとは急いで建築よ。うわ、溶岩一瞬でも結構体力持ってかれんな。味方さんは大丈夫かな。よし、なんとか来れたみたい。横に敵の建築が。ここは遠くの、脆い階段部分を壊すわよ。ふっふ、階段の建築強度が若干甘かったようね。しかも結構な高さだから、フライダーとかないとアウトだろうな。よし、一人ダウン。って冷静に考えたらショットガンの距離じゃなかったわ。なんか、周りの景色が何もないから、距離感とかを見誤りがちなんだよね。確かに、今のアンチがどのくらいの広さなのかとかわからんよな。あ、なんか撃ってるぞ。よし、あの敵はもうアウトかな。え、味方さん。やばい、いつの間にダウン。相手も倒しはしたが、溶岩に落ちちゃった。こりゃ助からないな。一人になってしまったわ。でもまだ諦めないわよ。残り人数も減ってきたし、勝てる可能性はゼロではないわ。と、ここで敵が飛んできたぜ。そう。ショットガンで応戦。ダメだ、ここは一旦建築よ。飛んでくる敵にショットガン全然当てられないんだよな。てかもうストーム持ってるし、やばいじゃん。あ、でもなんかボコボコ音が聞こえる。下の敵は溶岩でダウンしたのかもな。よし、それは不幸中の幸い。あ、でも、また別の敵が飛んできてるわ。マジか、めっちゃ敵来るじゃん。いやでももしかしてこれって。うおおおお、ストームフリップだ。これは助かった。ストーム内にアンチが出現。まさかの、敵が霊夢を助ける形になったな。これで体力回復する余裕ができたわ。ああ、なんか撃たれてるけど。これワンチャンいけるかもしれない。今ダウンしてる人のぞけば、敵は6人だぜ。よし、悪いけどこの人からは健在をいただくとして。あ、これって。うわあ、ストームフリップが切れてストームに、意外にアンチ遠かったんだな。ちょ、なんか撃たれてるし、いってー。ちょっと落ち着こうみんな。ね、落ち着いてみ、それは聞いてない。ドンマイレイム。どうも、ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さて、今週も来ましたね、アップデート。爆破系の新武器が追加されたみたいだな。早く使ってみたいわね。自販機からの入手を狙ってレイジーラグーン。いや、今回は雪のエリアに行ってみることにするわ。お、方針転換だな。なんでも、ボーダーピークの城が、海で目撃されたらしいのよ。え、あれって、崩壊したんじゃねえの？でも、言われてみれば確かに瓦礫の量が少なかった気もする。そう、しかもその城、泳ぐらしいんだよね。つまり、この前まであった目玉と関係がありそう。なるほど。巨大生物がボーダーピークを乗っけたまま、海に逃げ出したってわけか。そう、雪の上についた足跡から察するに、あの辺の海に行けば見えるのかもしれない。ということで足跡の続く先の、見晴らしのいいところに来てみたけど、本当にここで合ってるのかな？ちょっと心配になってきた。ネットで調べてみるわ。ちゃんと事前に調べとけよ。あ、どうやら間違ってたみたいです。泳ぐ城は、ラッキーランディングの近くの海で目撃されるそうです。気になる方はそっちの方に行ってみてください。おい、完全に無駄足だったじゃねえか。下で銃声が聞こえた。多分敵がいるはずよ。あ、いた。これは気づかれてなさそうね。よし、補給物資から拾ったこの金のインファントリーライフルで。2発しか当たんなかったけど、それで129ダメージは大きいな。よし、奇襲でこれだけ削れれば十分よ。あとインファントリーライフル1発か2発だな。よし当たった、これでとどめよ。あ、敵が飛んできた。インファントリーライフルなら狙えるかな。これは、多分小屋の方に向かったな。多分私はまだバレてないはず。まずはこの距離から当てて、ダメージ稼いでいくわよ。お、そこに隠れようとしてるな。残念、見えてるわよ。あ、一発で倒せた。どうやら、命からがらそこに逃げてきたって感じだったっぽいな。これはラッキーね、終盤だしいいアイテム持ってるかも。お、蛇砂に、金のロケランまであるじゃねえか。よし。ああ、私が倒したのに物資取られてる。
でもこれは逆に言うともう一度狙撃チャンス。外した、けどすかさずインファントリー。一応少しはダメージ与えれたな。やっぱり、ヘビ砂とインファントリーは相性いい気がするわ。建築壊してからインファントリーも強いしな。く、狙えそうだったけど階段を枯れちゃったわ。てか、なんかこの辺で物音がするんだけど。マジか。木の下にでも隠れてんのかな。まあわかんないけど、とりあえず怖いから建築しとくわ。いやー、こんなとこに潜伏してたなんて。狙撃中を狙われてたら危なかったな。と言っても、本当にこの辺木の下ぐらいしか隠れるとこないよね。とりあえず探してみますか。あ、いるじゃんこんなとこに。意外と気づかないもんだな。少し物音立ててくれて助かったわ。よし、ボーラーもグライダーもあるし結構いい感じと思ったらめっちゃ撃たれてるー。あー、ボーラー壊されちゃったぜ。そう、これは若干きつい。適当に建築で守りながらアンチに向かうしか。あれでも、意外とこれ攻撃防げるんじゃね。そういう油断か、判断ミスを生むんだぜ。ちょ、変なこと言わないでよマリサ。まるでこのまま私がやられる。いやちょっと待ってこれ結構きついかも。アサルトか、アサルトか。いやこんなに強かった。残念、今のは反省だな。はぁ、はぁ、やっと出ましたよ。この新武器、近接センサーグレネードランチャー。名前長いなおい。いやぁ、これが全全でなくてですね。ソロだけでなくチームランブルも何試合も潜って、宝箱や補給物資を開けまくって、やっと今出ましたよ。まあ、ちょっと運が悪かったんだな。おぉ、これスコープついてるんだね。スコープのついた爆破武器とは、珍しいな。お、早速敵の気配が。これはいきなり新武器の出番か？建築で囲ってきてるけど。おぉ、当たった。いきなりヒットだな。建築されても攻撃当てれるんだな。とどめはインファントリーで。うわぁ、私も同じの食らっちゃったけど倒せたよ。まあこの辺の宝箱もう少し開けて回復しよう。よし、スラープ出た。てちょ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 、なになになに。いやおかしいでしょ、絶対味方だよねこれ。近くに味方しかいなかったもんな。いやいや、ひどいよ、回復するつもりが。あーあーあー、死ぬ死ぬ死ぬ。急げ霊夢。ふぅ、なんてこった。回復するつもりが、生死の淵をさまよっちまったな。味方に迷惑をかける行為はやめようなんだぜ。仕方ない、そこの回復アイテムを頂戴しますか。と、その前に。よし、これで安心してスラープの寝そうね。おい霊夢、ショットガンないけど大丈夫か。まあ、多分大丈夫。これ、武器名に近接ってついてるし、近距離でも使えるっしょ。根拠が漠然としてんな。今は遠くの敵を狙ってるわ。あのバナナがターゲット。で、跳ね返っちゃったよ。結構難しいな。まだ使い方よくわかってなさそうだな。跳ね返りと爆発の基準がわかんない。まあうまく使えば跳ね返りで色をついた攻撃もできそうだな。と、あそこの人からセミ砂で一発食らってしまったわ。インファントリーでお返しよ。やべえ、近くに敵が飛んできそう。うわぁ、リロードしてなかったし。さあ、これで戦えるか。まずは爆風一発、からのインファントリー。お、確かにショットガンなくてもなんとかなったな。弾も補充できてラッキー。さて、デスっちゃったからジャブジャブでシールド付け直そう。で、やばい、向こうに敵来ちゃったよ。ダメー、今は撃たないで。おぉ、味方のロックスが建築で守ってくれたぞ。マジで、めっちゃ優しいじゃん。感動したわ、ありがとう。優しい味方さんもいるもんだな。ゲームでも人柄ってのは出るもんですね。よし、せっかくロックスさんが守ってくれたんだ。活躍してみせるわよ。あ、敵が飛んできそうね。ここはこの新武器をうまく合わせたい。お、一発入った。よし、このままもう一発。ああ、今度は外しちゃった。結構ダメージ食らっちゃったな。どうしよう、またジャブジャブかな。で、ロックスさんが危ない。こんやろ。お、ナイス連携なんだぜ。うわ、ジャブジャブのモートしたらまた敵が。そう、一旦戦うしかないわ。また近くにロックスさんだ。よし、協力して倒すわよ。あ、一発で倒せたってことは、ロックスさんがかなり削ってくれたのね。マジでいい人だわあの人。あ、また敵が飛んできたわ。ここも新敵で。お、またロックスさんだ。
マジでありがとう。なんかめっちゃキルもらっちゃってるわ。ドロップ取るのも遠慮してたし、めっちゃいい人だな。だんだん使い方慣れてきたわよ。ボン。ボンっと。いやーこれ、2連射できるのが本当に強い。チームランブルだとサクサクキル取れちゃうな。よし、この調子でどんどん。とわー、めっちゃ跳ね返ってきた。あぶねー。取り扱い注意だな。さあ、新武器もいいけどどんどんキル数も稼いでいくわよ。金のインファントリーで敵を次々攻撃。これで2人連続。さらにもう1人。3連続よ。え、今の結構かっこよくない？新武器とインファントリーが同時にヒットしたな。あ、下で焚き火してる。これをぶっ込むわよ。あー、ってバレた。そうだ、ヘビ砂で壊しちゃえば。おお、3人同時ヒット。そしてもう一発。やった、新武器で3連続キル。これ、マジで強すぎるかもしれないわ。たまには狙撃シーンも。なるほどな、敵を認識して自動で爆発するのか。そりゃ強いわ。これはぶっ壊れ性能と言ってもいいかもしれないわね。さて、また敵が飛んできたけど、2連射できるから大丈夫。これは、弱体カッカッかもしれんな。さて、ファイナルカウントダウンよ。最後にもう一度、これを使ってキル取りたい。結構ヒットしてるな。いい働きね、近接センサーグレネードランチャー。よし、最後にもう一度。やった、最後にキル取れた。もう私は満足よ。相手チーム、かなり途中抜けしてる人多いな。はい、というわけでいかがだったかな。近接センサーグレネードランチャー、普通に強いし、自動爆破するからめっちゃ当たるし楽しいわ。こりゃあまた、面白い武器が追加されたもんだぜ。新しいモードも楽しみだしな。これからも目が離せないわね。ということで、私たちはこの辺で失礼します。また別の動画でな。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は、ノラスクワットやっていきます。みんなダスティにピン刺してるな。ダスティか。あんま得意じゃないんだよね。4人で降りるには若干物資が足りない気もするし。あ、そうだ、そこのスカイプラットフォーム。まずそこで宝箱とか開けてから、ダスティに向かおう。あ、敵持ってるみたいだけど。そこのピストルは一番乗りで取れそうね。どうしよう、このまま降りてもいいけど、宝箱開けてもう少しお土産を。さあ、ぶっ取られる前に急ぐんだぜ。な。やばい当たんない。ちょま、ヘビアカヒーン。おい、何やってんだよ。ごめんなさい。調子に乗りました。一人だけ違うとこに降りて、完全に味方さんに迷惑かけたな。ごめんなさい。ダメだ。こんなとこでやられた。もう録画止めよう。おい、何やってんだよ霊夢。味方さんはまだ、勝利を目指して戦ってるんだぞ。でも、リブートカードが失効するだけだよ。諦めるな、画面をよく見るんだぜ。え？な、味方さん。なんということだ。武器は顧問のアサルトとタッチョだけ。自分の物資集めも満足にできないまま、インパルスグレネードを使って、最優先で霊夢のリブートカードを集めようとしている。だ。ダメよ、来ちゃダメ。そこには敵がいるんだから、私のことは放っておいて、逃げて。でも霊夢の声は聞こえていないぜ。勇敢に、一人で乗り込んできてくれた。うわぁ？敵がいっぱいいるよ。それでも私を助けに来てくれるなんて、なんていい人なんだ。霊夢のリブートカードに到着、真っ先に拾ってくれたぞ。ありがとう、でも撃たれてる。逃げて、頑張って逃げてー。上昇気流をうまく利用し、なんとか脱出できそうだな。そして、そのままリブート版に向かってる。か。神かよ。そして、直前にリブートカードになってしまった味方さんも含めて、同時に復活させてくれたぜ。ありがとう、本当にありがとう。クールに立ち去っていっちゃったけど、お礼の気持ちを伝えなきゃ。待って、ラグーナさん、カシタニヌッヒさん。私のハート、特大のハートを受け取って。感謝だけなら紳士のご挨拶でも良さそうだが、どうしても特大のハートを作りたかったみたいだぜ。よし、これで気持ちは伝わったかな。
あ、ジャグジャグ出たよ。これは私が飲むわけにはいかない。私のために体力削ってくれたカシタニヌッキーさんにあげないと。これ、お礼です。受け取ってください。って。あれ、ちゃんと飲んでる？遠慮しないでよ。この人、本当に取ろうとしないな。もしかしてもっと体力少ない味方さんを待ってるのか？いい人すぎるでしょ。とりあえずこれが贈り物だというアピールを。あ、一番元気な味方さんが取ってったな。さて、戦闘開始ね。な、最前線の味方さんがやられた。でも大きな木の裏にいたのにやられるとはな。凄腕のスナイパーか。もしくは思ったより近くに敵がいるかもしれないわね。おっと、どうやら割と近くまで敵が接近してきてるな。よし、とりあえずシールドは割ったわ。カシタニヌッヒさんと倒しに行くわよ。お、相手さんヘビスナ持ってるぞ。気をつけるんだぜ。やばい。カシタニヌッヒさんが。私が下手くそなばっかりに。なんとか倒したが、カシタニヌッヒさんもダウンしてしまった。でも、各キルだけは避けることができたわ。二人ダウンしている状況だけど、恩があるから、私はカシタニヌッヒさんを助けるわ。別の味方さんが、もう一人も蘇生してくれてるな。よし、でもあげられる回復アイテムがないのよね。カシタニヌッヒさんは持ってるかな。治療キットあるみたいだぞ。あ、ハミちゃんなでなでしてくれたな。よかったね、ハミちゃん。よし、少し向こうを偵察してくるわ。あの辺なんか敵いっぱいいそうだよな。あわよくばセミスナで倒したい。よし、一人倒した。行くわよみんな。セミスナの弾もあんまないし、霊夢も近づいた方がいいな。やば、全然当たんない。ちなみにこの録画はアップデ前のものなので、霊夢は二丁拳銃を使えてるんだぜ。これが最後になるとは思ってなかったけどね。っていうかやばい、マジ足手まといだ。ショットガンも当たんないし。やっと当たったけど。味方さん一人ダウン。そう。どうしよう。とりあえずスティンクボムかな。と、行けばもう一人もダウン。あとか下にヌッヒーさんだけだ。やばい。二人で打開できるか。トリマ二丁拳銃。ほんとダメだ私。カシタニヌッヒさんごめん。あとは頑張って。ジャンプパッドをうまく使い、ギリギリのところで脱出したな。私のカードはストーム内だし、今度こそもう録画切ろう。この終盤で、リブートできるわけないからね。はぁ、残念だったな霊夢、この動画も没か。めちゃくちゃ足引っ張ってしまったわ。カシタニヌッヒさん、頑張ってほし。おい、嘘だろ。なんでそっちに貴重なシャドウボムを使ってまで。まさかこの終盤にストームに入り霊夢を助けようとしているのか。嘘でしょ。体力も少ないのに。カシタニヌッヒさーん、霊夢のリブートカードを拾ってくれたぜ。ありがとう。感動した。本当に感動したわ。ストームのダメージが大きい。かなりの危険を冒して嵐の中に飛び込んできてくれたんだぜ。残り体力が19になっちゃった。それでも助けに来てくれたなんて。こんな仲間思いの人、初めて出会ったわ。間違いなく、霊夢が今までやってきた中で一番の味方さんだな。本当に、こんな優しい人見たことないわ。そして、最後のリブート版が、ギリギリアンチ内に残っている。そんな、なんていう奇跡。一試合で2回も、しかも同じ人にリブートされるという、前代未聞の経験だな。霊夢、二度目の復活、そしてドラムガンとミニフォークレルという、聖人のような振る舞いだぜ。な、玉まで、ありがとうカシタニヌッヒさん。頑張って、一緒にリクロイ取りましょう。カシタニヌッヒさんに助けられたこの命、何としても役に立てて、一緒にリクロイ取るんだ。おお、補給物資からジャグジャグ二つも。よし、これでカシタニヌッヒさんが回復できる。貧困書とタレットも出たし、かなり大きいな。おーい、ここにジャグジャグあるよ。私もここは悩ましいところだけど、終盤だし、50しか回復しないけど飲んじゃうわ。お、気づいてくれたみたいだな。よし、これで2人ともマックスまで回復できるわ。お、ピンクボム。これは、霊夢の場所を見えづらいように隠してくれたのかもな。よし、私は建築でカシタニヌッヒさんを守るわよ。
あとは建材、建材を集めないと戦えない。お、察してくれたか下見ぬふしさんが、木材を分けてくれるぞ。いや、いい人すぎでしょ。さすが歴代ベスト味方さん。ていうかもう、残り5人まで来てるんだな。ナイス、ナイス、この丘を取れればかなり強い。カシタニムッヒさん、立ち回りが素晴らしいな。よし、私はここにタレットを設置して、下の敵を攻撃できるようにするわ。遠距離で今一番効果的なのは確かにタレットだな。あとはこの階段を使われないように、ピストルで壊しとく。さあ、まずはそこの木を壊して。敵はいるかな？お、木のところを撃ってる、いるみたいだぞ。な、でも微妙に角度が。そう、もう少し下に設置すべきだった。床に当たっちゃうよ。どうしよう、かといってドラムガンも届かなそうだし。もうちょっと奥に行ってくれたら当たるんだけどな。お、っていうか敵同士が戦ってる。しかも当たりそうな角度になってきたぜ。あ、あと一人。あと一人だ。あの人を倒せば。行くぞい。当たるか。でももう角度がきついな。もうタレットは無理ね。近づいて最終決戦よ。緊張してきた。今回は何としてもビクロイ取りたい。次のアンチが決まったな。さあ、ストームが移動するわ。落ち着いて。最後まで集中していこう。いた、今だ。よし、シールド割れたな。油断するな。私は絶対勝ちたいんだ。カシタニヌフヒさんと、二人で。一緒に生き残るんだ。や、やった。やったよカシタニヌフヒさん。そして二人で喜びを分かち合い。いやー、いいもん見せてもらったぜ。今回のビクロイは、マジで今までで一番嬉しいわ。カシタニヌフヒさん、本当にありがとう。ということでいかがだったかな。チーム戦やってると本当に思うんだけど、やっぱり、優しい人は強い。みんなも、スクワットとかやるときに、よかったらこの動画を思い出して、味方さんに優しくしてやってくれ。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼します。最後まで見てくれて、ありがとなんだぜ。夏だどうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。でも、夏っていうのはちょっと早いんじゃないか。夏休みもまだなわけだし。いや、フォートナイトの世界ではとっくに夏は始まっているよ。そう、今日から14日間の夏が始まって、いろんなイベントが目白押しなのだ。そしてこれ、今やってる新モード、スプラッシュダウンでは、新アイテム、水風船が使えるんだ。ほんとだ、インベントリの一番左のやつだな。どうやら、一定時間経過ごとにストックが増えていくみたいね。敵にダメージを与えられるものは、基本的にはこれだけみたいだな。水風船の投げ合いになるわけね。そして、体力は30しかないんだな。おっと、早速敵がいるみたいね。おやー、水風船を食らえ。なんか楽しそうだな。受ける、地味な戦いね。お、キルできた。10ダメージだったから、味方さんが2発当ててくれてたんだな。っていうかこれ、ゴール60って書いてあるけど、60キルもしなきゃいけないの、めちゃくちゃ大変じゃない？でも、すでに6キルもしてる人がいるな。マジか、早すぎでしょ。さて、また敵が来たわね。お、味方さんナイスブギーボムなんだぜ。よし、今のうちに一斉攻撃よ。オッケー、ナイスナイス。奥にもう一人来てるわ。あんまりうまく当たんないな。よしとりあえず一発。おー、また味方さんのブギーボム。ナイス味方さんだな。いやー、やっぱり楽しいね。いつになく平和なモードだな。でも、一応ビクロイ目指して頑張っていくわよ。よし、不意打ちでダメージ食らわせた。煙の中に隠れる前に。よし、倒せたな。おっとまた別の敵持ってる。く。しっかり狙って。よし、やったわ。あれ、霊夢は5キルしかしてないのに。なぜか順位表には8キル、3位と出てるな。あ、ほんとだ。基準がよくわからないわね。とりあえずいっぱいキルするに越したことはないんだぜ。あーくそ、味方さん。でかつる橋で殴られたんだけど。でもつる橋では1ダメージしか食らってないっぽいな。そやね、水風船よりダメージ高かったら微妙だもんね。
なんかよくわかんないけどニンニク状。一回やられて、リスポーンしたけど、敵のすぐ近くに着地してキルを稼いでいくわよ。よっしゃー、玉のリチャーンス。まだ霊夢が近づいてることに気づいてないのかな。他の敵倒すのに夢中になってるわね。よし、この勢いのままもう一人も。やった、玉のり強い。てかチャグスプラッシュ起きてるんだけど。これ、回復もできるんだね。お、また敵が来てるぞ。そう。水風船の在庫が、溜まるのを待たなきゃ。よし、なんとか3連続キル。なぜか止まってたな。あよしよし、ダブルヒット。そのまま一人キル。もう一人も倒しきりたいが。そう。検知してきたか。うわー、なんか飛んできたし。あ、落下ダメージできる判定だな。よし、そこの人たちもまとめて。やった、ダブルキル。これで21キルだな。と、上にも敵がいるみたいね。インパルスグレネードで飛んで。自滅したな。あ、この人が1位の人か。だいぶ差をつけられてしまってるな。うおお、もうあの人勝っちゃう。直接対決だ。さあ、頑張れ霊夢。だ。ダメでした。まあ、結構差をつけられてたしな。でも、最終的には27キル。初めてにしては頑張ったんじゃなかろうか。鬼ごっこだー。お、鬼ごっこもあるのか、楽しそうだな。正確には、タッチというモードだね。青が逃げる側、オレンジが鬼みたい。よし、絶対逃げ切ってみせるわよ。や、やばい。鬼が飛んできた、逃げなきゃ。さて、逃走スタートだな。様々なアイテムを使って逃げるんだな。よし、とりあえずダスティの木の上までは避難できそうね。く。でもこの辺にもやっぱり鬼いるみたい。右上のマップで確認できるな。どうしよう、なんとか脱出しないと。とりあえず煙で目くらまし。マップ上で見えちゃってるから、どんぐらい効果あるかはわからんけどな。うわぁ、なんか別の鬼もぴょんぴょんしてるし。とりあえずもう少し煙を。お、味方さんナイスブギーボム。よし、ここでキラーグレネード。氷の力でスピードアップよ。こうやってひたすらアイテム使って逃げるだけだな。やばいよ、アイテムほとんど使っちゃったよ。回避系のアイテムは、あとジャンプパッド一つだけだな。そう。鬼の数はどんどん増えるし、めっちゃ追ってきてる。と。とりあえずあの要塞のところでやり過ごすしか、普通にバレそうだけどな。
頼む、誰も気づかないで。あ、霊夢、後ろ。鬼になっちゃった。待てー。今度は一点、捕まえるのに必死だぜ。く。グリーボムで踊らされた。他の鬼もみんな踊らされてるじゃねえか。うわあ、今度は煙。ちょ。見えない見えない。あのマスターキー、なかなか逃げるのうまいな。そう、一体いつアイテム持ってんのよ。もうちょっとで手が届きそうなんだけどな。あーくそ、またか。お、向こうに他の鬼さん。おーい、そいつ捕まえてくれ。ちょ、何？あダメだこや。そう、また遠くまで逃げられた。こうなったら奥の手だ。霊夢、ポータブル裂け目を使う。私の足で追いつかないなら、私の心強い相棒、ハヤブサちゃんに追っかけてもらえばいいのよ。出た、ハヤブサちゃんこと、お気に入りグライダーのファルコン。ふーははは、どこに逃げたって、ハヤブサちゃんの目はごまかせないよ。しかもそんな葉っぱで、ハヤブサちゃんから逃げ切れると思ったか。まあグライダーとしての性能は一緒だけどな。でも、しっかり追尾はできてるな。ふっふっふ、残念だったわね。たーちり。で、あれ？なんで色変わんないのよ。っていうかこの人、逃げる側の時も青くなかったよな。なんでだよ。でもまあ、動き的に多分鬼になってくれたんでしょうね。これで、逃げる側の人もかなり少なくなってきたな。マップ見る感じ。あと一人かもしれないわね。よし、頑張って追っかけるわよ。マップ的にはこの辺のはず。いた、あれか。キラーグレネードを食らえ。って、鬼さんじゃん、ごめんね。そう。一体どこなんだ。鬼はいっぱいいるのにな。絶対この辺にいるはずなんだ。あ、いた、そこだんでさっきの人じゃないのよ。めっちゃ殴られてる。さすが最後の一人。逃げるのうまいわね。あ、勝った。捕まったからあんま勝った気しないけど。とりあえず初のサマーロイヤルだわ。サマーロイヤル。よかったな。ということでいかがだったかな。他にもいろいろ限定モードとか出るみたいだし。14日間の夏、楽しみだな。いろいろ実況していけたらいいわね。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は、パワーアップという新モードやっていきます。今回が初見プレイだけど、ロード画面の説明見た感じ。とにかくポーションの見まくればいいみたいですね。最初のうちはリスポーンができるらしく、その間に飲んだ分だけシールドの上限が上がるらしいんだぜ。お、スラープジュース出た。これでも上限上がるのかな。早速飲んでみようぜ。おお、本当にシールドの上限が増えてってる。とにかく回復アイテムをいっぱい探すことが大事ね。あ、でもどうやらチャグスプラッシュでは上限は増えないみたいだな。あげるんじゃなくて、ひたすら飲みまくれってことね。それじゃあ早速ポーション探しに行かないとな。なんか外に敵いるみたいなんで、まずは戦わないとね。お、ちょうど別の敵も飛んできたぞ。小屋に入ったわね。ポンプとシックスシューターあるし、これで頑張るわ。シックスシューターは、保管庫からの復活武器で、前はリボルバーって名前だったと記憶してるけど、別のリボルバーが出たから、名前変わったみたいだね。以前の動画で間違ってリボルバーって言っててすいませんなんだぜ。てかやばい、たばってしまった。追い詰められててくさ。うおー、危ねー。おい、もう6しかないじゃねえか。大丈夫、リスポーンできるから。てか敵倒してもポーションとかドロップしないから、今の戦いにはほぼ意味なかったわ。とにかくポーション見つけないとだな。さて、リスポーンして宝箱発見。お、デカポ出た。でもすぐ敵が来てる。間違ってポンプと交換しちゃったじゃん。それならシックスシューターで。よし、今度はエイム安定したわ。これでまたちょっとシールド増やせるな。あ、あっちに補給物資落ちるみたいね。これもロード画面に書いてたけど、補給物資からは大量の回復アイテムが出るとか。それは何としても開けに行きたいところだな。うわ、すでに誰か待機してるよ。でもシールドないみたいだから倒せそうだわ。でもまだ他にもいっぱい狙ってる人がいそうだな。く。やっぱり補給物資の奪い合いになるのか。すでに一人、建築撃ってきてるな。お、相手さんがっちり建築してきた。もういいや、それならやられてもいいから。とにかくアイテムを。うわぁ、デカポだらけー。ミスった、1枠分しか持てなかった。でも補給物資からこんだけ出るんだな。実質序盤の奪い合いで勝負が決まるようなもんだな。とりあえず今のうちに飲めるだけ飲んどくわ。お、もう上限値300以上にまでなってるな。敵が来たけど問題ない。シールド150ついてるからね。さて、また近くに補給物資が2つもあるな。あ、しかもなぜかさっきのとこ、デカポ余ってんじゃん。ラッキー、取りに行くわよ。あ、上にリスポーン利用可能時間が表示されたな。
あと3分弱しかリスポーンできないぜ。わかった、今のうちに飲みまくるわよ。フードファイターになった気持ちで、タブ飲みじゃあ、向こうの補給物資のところに敵だ。ポーション飲んでる、今のうちに襲って、全部私がいただくわよ。お、早めにシールド割れたな。ふっふ、こっちはシールド400よ。そう簡単には割れないわ。む。でもまた別の敵が来てしまったわね。もういい、ここは、武器なんていらねえ。嘘だろこいつ、インベントリ全部でカポにしやがった。もうこのゲームの本質がわかった。戦ってる暇はない、とにかく一つでも多く飲むこと。さあ、好きに攻撃するがいいさバナナさんよ。それでも、私はデカポーを飲み続ける。大丈夫かこいつ。飲めー、ひたすら飲めー。でもさすがにそろそろ武器探しといた方が、ま、それも一理ある。なんとか白ピストルだけは発見。そして補給物資開けたけど、あんま意味なかった。とにかく飲まないと。残り30秒切ったぞ。さあ何個飲めるのか。なんかのギネス記録に挑戦してる気分だわ。さあ頑張ってください霊夢選手。あと2個でシールド戦です。うおうおう頑張れ私。シールドの限界を超えるんだ。あと17秒、どうなる？おおおお、ついに1000超えた。サノスかよ。さあ、あとは時間との戦い。一つでも多く飲むんだ。頑張れ霊夢。ここで時間切れ、記録1119。最後のは間に合わなかったか。でもまあ、1000超えれたから満足よ。一旦シールドが全回復し、ここからはやられたら終わりだぜ。白ピストルしかないけど、守りが超硬いからなんとかいける気がするわ。どこかで武器は拾いたいけどな。あ、あそこに武器落ちてるみたい、助かった。そしてその奥では敵同士が戦ってるみたいだな。これは漁夫乗りできるかもしれんぞ。よし、ラッキー、しかも見て、ヘビ砂も落ちてる。戦いが終わった、急いで拾うんだぜ。よっしゃー、こんだけあれば負けないわよ。まずはヘビ砂で。シールド割れないというね。しかしポンプのカスダメでなぜかシールド割れた。あとちょっとで倒せるはずよ。うわー、これはめちゃくちゃでかいんじゃないか。この辺のアイテム、資材、独り占めできるじゃねえか。デカポも相当余ってる。そしてシールド上限は1119。これは過去最強の私かもしれん。いや、おかしいでしょ。ヘビ砂ヘッショ当てて、倒せるどころか、シールド割れもしないなんて。このモード、かなりの持久戦になりそうだな。ヘビ砂ヘッショは、パリーンって相手を倒すのが気持ちいいのに。わ、なんだなんだ、騒がしいな。てかあそこの岩陰にも敵いんじゃん。ラッキー、これはさすがに隙を見せすぎでは。ヘビ砂当ててからのシックスシューターだな。まだシールド割れないけど、結構削ったわよ。コンバットショットガンでとどめを刺しに行くわ。あ、相手さんなんか踊ってるな。シールドがほぼなくなって、諦めモードになっちゃったんだな。よし、さっきの人にもう一発。まだ建築とかしてこないから、もう一回狙えるかもな。嘘でしょ、まだシールド残ってんの？合計900ダメージくらい与えてんのにな。でも、このモードはヘビ砂の良さが出るよな。通常のモードだと、200ダメージ以上は確実に倒せるから数字的な意味はないが、このモードにおいては、ヘビ砂ヘッショの375という数字が効いてくるぜ。確かに、全部回復しようと思ったら、デカポ8個は必要だもんね。このモード、終盤はヘビ砂の打ち合いになるわ。なんかストームの縮小がすごくでかいし。確かに、もう残り4人なのにこの広さだからな。それに、相手のシールドがどれくらいあるかわからないから、みんな遠くからヘビ砂で狙うっていうのが最適戦略になってるのかもね。確かに、残ってる人みんなヘビ砂打ってる感じするな。それにさっきマリサが言ったように、ヘッショのダメージは別格だからね。ヘビ砂がめっちゃ活躍するから、このモード好きだわ。よし、また当たった。うわぁ、今度はやられた。でも大丈夫、ヘッショじゃないからデカポ3つで戻せるし。何より、私の周りには余ってるデカポが大量に落ちてる。ここにいる限り、いくらダメージ食らっても大丈夫よ。
さあ、狙撃バトルの最中だが、そろそろ次の縮小範囲が決まるぜ。マジか、一気にめっちゃ縮むじゃん。ほぼ点だな。おっと相手さん、その攻撃は甘いんじゃないか。いくらシールドが多くても。落下ダメージは防げないよ。着地直前にジャンプパッドを置こうとしてたが、残念ながら失敗してしまったみたいだな。おっと、そこに敵発見。背中を見せてる、これまたチャンス。一発で割れた。やった、すごい楽に倒せた。まあこれで倒せるのが普通なんだけどな。さあ、あと残る敵は一人、もうどこにも隠れられないよ。どっからでもかかってきなさい、今の私はほぼ無傷。シールドは共有の1112。1112。やばいな。そう？今の私なら、負ける気がしないんだよ。やったー、初見で勝てた。おお、おめでとうなんだぜ。序盤でいっぱいシールド飲んどいて、ほんと正解だったわね。インベントリ全部でカゴになった時はどうなるかと思ったが、結果的にあれが良かったのかもな。ま、途中で武器拾えたのとかラッキーが多かったのと、このモードでたばっかりの時にプレイしてたから、まだルールをちゃんと分かっていない人も多かったのかもね。でも個人的にはヘビスナいっぱい使えたからとっても楽しかったわ。またいつかやりたいわね。はい、というわけでいかがだったかな。チャンネル登録や高評価、コメントなど、よければお願いしますなんだぜ。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼します。また別の動画でお会いしましょう。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。見てください、やっとバトルパスのティアが上がって、デミのスキンを手に入れることができたよ。おお、よかったじゃねえか。ということでこの試合はデミスキンでやっていくよ。いやー、グライダーもいつもと違うの使ってみたけど、どっちもかっこいい。たまには雰囲気変えるのもいいもんだな。しかもこのスキンもグライダーも、私と同じ赤色だから、結構気に入ったわ。お、早速金武器落ちてるみたいだぞ。コンバットショットガンかな、初手に拾えたらめちゃくちゃ大きい。よし、他に狙ってる人いないみたいだから、いただくわよ。さて、今回の目的は、新アイテム。なんでも、ミサイルを発生させることができるみたいなんですよ。え、ミサイル？これまた予想外のものが追加されたな。ほんと、毎週新アイテムが追加されてるって、冷静に考えたらすごいよね。でもそのエアストライクというアイテムが、全然見つからなくて、ほんとに今日追加されたのか疑っちゃうくらいだったよ。ま、レアドレジェンドみたいだしな、そう簡単には見つからないのかも。いや、待って、あのトラックの中、金色に光る何かが。これは、もしかして、うおおおおお、やっと見つけた、これだよこれ。いやー、探した探した。とにかくこれで新アイテムが一回は試せそうだな。あとはタイミングね。あ、近くに敵いる。ボーラー壊されたくないから、ここは戦うわ。うおおお、新アイテム使うまで倒されるもんか。お、勝てたな。まあそりゃ金のコンバットショットガン持ってたらな。さ、近くに補給物資が2つ落ちるわね。このままゴロゴロしてても退屈だし、少し危険だけど開けに行きますか。文字通りゴロゴロしてんな。ま、別にそこまで欲しいものないんだけどね。エアストライクのストックとか増やせたら嬉しいかな。一応2つまで持てるみたいだからな。お、キャブスプラッシュに近接センサーグレラン、これは嬉しい。結果的に開けてよかったな。この武器はマジ強だから、回復1つ捨ててでも持ちたいわね。お、敵のグライダーの音が聞こえるな。もう1つの補給物資を、誰かが開けに行ったみたいね。いや、待てよ、今こそ絶好のミサイルチャンスなのでは？補給物資のところに投げ込んじゃえば、建築も壊せるし。よし、使おう、今こそベストタイミング。これ、投げたらいいんだよね。いけー。さあ、どうなる？うわぁ、すごい音、どさくさに紛れてグレランも。すげぇ、めちゃくちゃミサイル降ってきてるぞ。あ、グレランが当たったわ、ミサイルは当たってないっぽいけど。これ同時にやられたら相手にとってはほぼ避けられないな。さて、近くにボーラーの敵が来たわ。とりあえず空いた枠に回復アイテム持って、戦うわよ。もう残り4人なんだな。さっきの人にはかなりダメージ与えたし。一人倒せればさらにビクロイに近づくな。わ、なんだ今の音？もしかして私のボーラー壊した？そう、あの人もボーラー処理班だったのか。って。なんか降りてない？それならボーラー欲しいんだけど。うわー、打ち合いだ。おい、今はボーラーに当てなくていいから。わざとじゃないわ。さて、これで素早く回復。しかしその間にめっちゃ上取られた。大丈夫、これさえあれば、建築の上の相手にも当たるんだよ。いや、強すぎるだろそれ。さらにもう一発。
よし、ここまで来ればさすがに倒せそう。ショットガン一発当ててしまえば。いやー、うまそうな人だったけど、近接センサーグレランのおかげで勝てたな。多少エイムが悪くても当たるからね。私たちにぴったりの武器じゃねえか。さて、残り3人、私は知っている。一人はそこで、天空城を築こうとしていることを。悪いわね敵さん、私は天空やるのは好きだけど、人にやられるのは嫌いなんでね。建築の薄いところを壊したな。さて、こんな時になんですけど、余談がありまして、今みたいな、ストームの中を狙って撃つとき、より見えやすくなる視聴設定があると、何人かの視聴者さんが教えてくれたんですよね。ほう、そうなんだ。で、一回試してみて、確かにストーム内は見えやすくなるけど、動画の見栄えが若干悪くなると思ったので、そのような設定は採用しないことにしました。まあ、私たちはプロゲーマーじゃなくて、あくまでゲーム実況者だからな。そういうことなので、アドバイスをくれた方々、ありがとうございます。さて、どうする霊夢、天空作戦やるか？次のアンチ遠いから、今からやるのは若干資材がもったいない。向こうにちょうどいい感じの建築跡があるわ。とりあえずそこまで飛んで、そっから考えることにする。うわ、なんだこの音は。ミサイルだー。突然上からミサイルが飛んでくる。そういう環境になったんだな。てかなんで今トラック壊そうとしてやめたんだ？いやー、自分が引っかかったら危ないかなと思ったけど、もしかしたら相手が乗り込んでくるのを防止できるかもと思ってね。さあ、今こそやっていくよ。私の得意の建築手法。ラホブ建築。床と屋根組み合わせただけだろ。そんなんに得意もクソもねえわ。てか早く、積極的に戦いに行けよ。どれだかを取りに行けよ。いや、やっとの思いでエアストライクを見つけたんだ。この試合は絶対動画化したい。だからビクロイという最高の取れ高を狙っているのだよ。よし、1対1になった。これなら勝機はあるぞ。うわ、上からグレランを撃ったが、うまいこと防がれたな。ああ、しかも間違って起きちゃった。ミスった。せっかく築き上げたラホス建築が。でも相手は水の中、身動きが取りづらそう。今のうちにこのグレネードランチャーで、どこまで削れるか。当たってはいなくても、建築の妨害はできてるな。よしチャンス。やった、まずは一発ヒット。しかし、建築ですごい勢いで接近してきてるぜ。私も建築で対抗するしかなさそうね。って、気が、あーっとうまく建築できない上、高いところにも乗れず。しかも階段の向きなんか変になっちゃったし、落ち着け私。そう、さっきクリエイティブで結構練習したのにな。あ、でもこれ冷静に考えれば上取らなくてもいいんじゃね。これがあるからね。で、出たー。そう、近接センサーグレネードランチャー。近くの敵に対する圧倒的な命中精度を誇る、唯一無二の武器。これなら建築の上の相手も優に狙える。てか、そこ登らないとヤバくね。ほんとだ。間に合え。よし、奇跡的にここだけ床を張らないでくれた。しかし、あくまで上を渡すつもりはないようだな。うん、いいもん、これあるから。むしろ上にいる敵の方が狙いやすいわ。強がっちゃって。で、何してるんだよ。いや、相手が上から落ちてくることを想定して、ダメージトラップ準備しておこうと思ってね。まあアンチが狭いとそれだけ刺さりやすいからな。相手が攻撃態勢に入った。これは逆にチャンス。よし、2発目ヒット、もう一押しだ。しかし、ショットガンは当たらない。うおお、今度こそ。やべえ、今の外したか。もういい、こうなったら。最後まで近接センサーグレランチャー。やったー。あ、ちょっと待って。水の中で踊るのあれかなと思ったけどまあいいや、ここで踊っちゃおう。はい、最後グレランばっかのゴリ押しだったが、初のエアストライク、そしてデミスキン初ビクロイおめでとうなんだぜ。はい、こちらはおまけ、デミスキンをゲットする舞台裏です。ここのソーラーパネルに着地することで、3つのポイントを制覇し、ギアが上がって、ゲットすることができました。お、何やらそこにも。これはフォートバイトだね、たまたま見つけれてラッキー。さて、宝箱開けに来た席に。まずはリボルバー一発。そして壁を壊して突撃し、ドアを開けた瞬間にポンプでドン。おっと、そこに置き去りのボーラーが。これはボーラー処理班としては黙っていられませんね。多分敵と戦うために一旦降りたんだろうな。よし、処理完了。さて戦いの様子は？よーし、2連続キル。気持ちいい。あ、こんな神敵いるわ。ふっ、ストームも来てるし、これはもらったでしょう。さあ、早く出てきなさい。
な。ボーラーか。それなら処理するのに。あ、降りた。ちくしょう。ほう、ボーラー処理班、ボーラーを奪われる。あいつ、絶対許さないかんな。くそう。なんで私がボロボロボーラーに。あ、いた、あいつか。いや、こっちにもボーラー。さっきの人はこっちだ。よくも私のボーラーを、責任取って処理してやるわ。おらー、出てきなさい。また一つ処理完了だな。ふふ、もう逃げられないわ。てかこの付近、次の試合から使えるようになるデミじゃねえか。ほんとだ、羨ましいけどもうすぐ使える。てか、あの人まさか、ボーラー泥棒。まさかの2回目。なんだよ、デミってボーラー泥棒だったのかよ。結局3個も処理したな。よし、あとちょっと、いい感じにキルも取れてるし、海賊船の高いとこ取れそうだわ。なんか下から来てるけど、まあこっから上取り返されることはななみー。あーこれうまいやつだ。屋根からのトラップス、絶対やば。な、クロリンクスだと、ごめんよ。最近新しいスキンにばかり目がいって、クロリンクスあんまり使ってなかったわ。そうだな、なんか使いたくなってきたな。それにしても、この人相当強いと思うわ。あの建築技術、エイム、多分ヘビ砂で仕留めるんじゃないかな。いやー、素晴らしい、GG でございます。クロリンクス、強し。メリークリスマス。いや、クリスマスじゃないだろ。あ、サンタさん、お久しぶりね。いや、みんな、リコにしてたかな。いや、季節は違いすぎだろ。なんで夏に出てきたんだよ。いや、なんでも、体がムキムキになって、ミニタンが大活躍するモードがあると聞いてな。体力とシールドが500ずつになる、タンクバトルね。毎日筋肉を鍛えている、わしにぴったりのモードだと思ってな。それで、季節外れだけどやってきたってわけね。そう、いい子には銃弾を、悪い子には銃弾をプレゼントしてやるわい。どっちに転んでも銃弾じゃねえか。でも、わしの私物のミニガンがないと、たくさんプレゼントを渡せないな。まずは見つけないと。サンタさんはミニガン大好き、詳しくはパート18を見てね。お、あったあった、これだよこれ。ちゃっかり序盤で金のミニガンを引き当てていく。この辺にわしにちょっかい出してきた悪い子がいたんだが、この中でな。はは、メリークリスマス。怖すぎるだろこのサンタ。撃たれても全然動じてないわね。うん、わしの筋肉の前ではピストルの弾など痛くも痒くもないわ。で、逃げられてるじゃねえか。そう、ミニガンの弾が少なくなってきてしまった。それ以外は苦手なんじゃよ。ま、今回はこれで倒せるな。メリークリスマス。おっと、また命知らずな悪い子がいるようじゃな。この筋肉が何回なのか。あ、サンタミニガン強え。先にシールドあったわ。さあ、みんな一緒に。メリークリスマス弾なくなったー。タンクバトル序盤の最大の敵、弾切れ。ミニガン使えなくなった途端敵弱になるサンタさん。な、なんということだ。もうチームで一人しか生き残りがいなくなってしまった。でもこの人、すごい建築技術に、冷静な判断力を持ってるわ。復活できることを信じて待つんだぜ。この人、素晴らしいプレイングで敵の包囲網をかいくぐり、復活させてくれたんだぜ。ありがとう、ありがとうタコさんニコニコ。君は永遠の友だ。よく見たら結構筋肉もあるしな。さあ、この筋肉コンビは、どこまで頑張れるのか。そう、体力とシールドはマックスだが、肝心のミニガンを置いてきてしまった。しかも、弾がめちゃくちゃ少ないわ。でもしっかり貢献しないと、これ以上迷惑かけられないぜ。もう使えるものは全部使うしかない。ピストルの弾も、もうなくなっちゃったぜ。あとちょっと。おお、タコさんが倒してくれたね。でも体力減ってきたし、残りの弾全部で8発しかない。どうする、もう残りの弾は、全部カプチルに使うしかない。それで急いで武器と弾を拾って、タコさんを助けに行くんだぜ。よし、なんとかニュースの勝ち筋を繋いだか。
その後、ショックウェーブグレネードなどを使い、命からがら逃げてきたサンタさんとタコさん。お、あのトラックの中に誰かいるようだな。すまんともよ。もっと近づいて攻撃したいのだが、焚き火で回復しないと、わしの筋肉がヤバそうぜ。よし、回復したぞい。急いでタコさんを助けないと。そうじゃな。く、どこだ、この中か、よくもわがとも。あ、なんかキルだけ取っちゃったな。やばいわよ、タコさんが回復できないじゃない。すまん。とりあえず使わなそうなピストルで勝ちキルするんだぜ。やばい、この状況で敵。大丈夫かともよ。タコさんはほぼほぼ体力ない。まだ元気なのはミニガンのないサンタさんだけ。しかも相手の一人にはシールドが。絶対絶命だな。しかも剣材まで全然ないじゃないの。どうすんのよ。でも、わしは諦めないぞ。タコさんは、ともは、たった一人でも諦めず、このわしを復活させてくれたのだからな。おー、サンタの怒りをくらえ。奇跡的にすぐ倒せた。メリークリスマス。おお、まさかの勝利。そしてミニガンか。わしのミニガンが帰ってきたぞ。でも、なんかサンタさんが全部キル取っちゃったから。タコさんはピンチのままだ。状況はまだ良くないぜ。このモード、敵を倒さないと回復できないからね。な、この状況で敵だと。サンタさんはともかく、タコさんがやられるとやばい。なんとしても守り抜くのよ。よし、ここが正念場だな。でも今の人、シールドなくなってたから、うまくダメージを与えていけば、この危機を乗り越えられるかも。そうじゃな、わしの勝利は合うが、正確に狙っていかないとな。ああ、大してダメージ与えれてない。く、まずいな。しかもこの人、もしかしたら別の敵かもしれん。ほんとだ、まだシールド残ってる。く、頼むよ。頼む頑張ってくれ。ちょ、サンタさん、何やってるのよ。ミニガンがあるでしょうよ、ミニガンが。そうじゃった、わしとしたことか。忘れておったわ。おー、なるわが筋肉。おお、サンタミニガンで息を吹き返した。さあ、超絶悪い子よ。よくもわしかわしの友を傷つけたな。とっておきのプレゼントをやろう。メリークリスマス。うおーおー、さすがサンタさんのミニガン。まさかの逆転勝利だぜ。タコさんの様子は、ミニで体力残ってる。素晴らしいぜタコさん。おっと、敵が。おお、これはめちゃくちゃラッキー。一発で倒せて、体力回復できるもんな。これで、わしはなんとか大丈夫だが、まだ敵がうじゃうじゃいる。タコさんの状態が心配ぜ。きっと大丈夫、タコさんは何度もピンチを乗り越えてきた。達人なんだからね。確かに、脅威の生存力だよな。やばい、敵が。おお、ともよ、頼む無事でいてくれ。よ、よくぞ生き残ってくれた。サンタさん泣きそうだよ。あ、もしかして下の敵、タコさん倒せるかも。絶対にキルはタコさんに渡すんだ。かといってタコさんもピンチだから、援護も必要だ。あまり攻撃しすぎず、絶妙な加減で、難しいか。やるしかない。お願いタコさん、キルを。やったー。サンタさん、魂の雄たけび。味方さんのキルが、ここまで嬉しいとは。リクロイの可能性が、わずかに残ったわ。さあ、ここまで来たら何としても勝ってみせるわい。まずはこのミニガンで、上の建築を破壊してくれるわ。もはやただの破壊魔とかしてるわね。よし、これで壊れたはずぜ。まあ、さすがに上にいた人はみんなグライダー持ってるとは思うけどな。それにしても、この狭さでまだ9人もいるのね。そう。タコさんの方も気になるけど、他のところも警戒しなければ。タコさんは強いから、きっと大丈夫。やられることはないはずだわ。おお、ほんとだ。さすがわが友よ。タコさんよ、君こそ本当のマッチョだ。何でも筋肉に結びつけようとすんな。さああと5人、もう少しよ。うわあ、なんか撃たれたし。ごめんかもよ、一旦建築で逃げるぞ。タコさんに甘えて、かなり好き勝手動いてるが、それでも大丈夫なタコさん、さすがだぜ。うわあ、挟まったー。何してんだよ、不器用すぎだろ。階段の向きも変になっちゃってるわよ。ほ、ほんとだ。でもこれでなんとか上は取った。こっから民間で。そこはアサルトの方がいいわ、サンタさん。そ、そうか。しかし繊細なエイムは全然ダメなサンタさん。そう、もっとこう、筋肉が震えるような、刺激的な戦いがしたいんだが。ダレットとかどうよ、サンタさん。ダレット、なんだいそれは。床に設置するタイプの武器で、筋肉でゴリゴリできるわよ。そ、それはぜひ使ってみたいもん。ああ、設置できてない。てか相手に先に置かれた。あれはやばいぜ。サンタさん、一旦逃げるんだ。まったく、こういう時のために鳥を持ってきておいてよかったわい。さあもう残り4人、敵は2人だけだぜ。
一人そこにいるな。さあ、ワニコンはお気をつけないとな。出た、サンタさんのミニガン。メリークリスマス。おお、ミニガンでシールド割れた。よし、勝てる。勝てるわよサンタさん。二人がチームとも限らないし、一人は確実にシールドないし。そしてこっちには、圧倒的生存力を誇るタコさんもいるぜ。よし、絶対ビクロイ取ってやる。もはや普通にフォートナイトを楽しむ季節外れのサンタさん。今の実個のスキン使ってる人、そういないでしょうね。もう、もういるな。そう、さっき自分が置いた階段が手間で、微妙に当たらん。回り込むしかなさそうね。さあ、待っているんだ悪い子よ。今プレゼントを持っていくから。お、この人も白ダメージよ。今シールド残ってるのはサンタさんだけだぜ。なるほど、今最も筋肉があるのはわしというわけか。さっきからその体力を筋肉で例えるのなんなんだよ。よし、いい位置取れてるわサンタさん。タコさんすまん、上失礼するぞ。さあ、君たち、これが最後のプレゼントだね。メリークリスマーズ。やったー、勝ったぞ。喜びのあまり、自然と夏を満喫しちゃうサンタさんであった。いやー、友と一緒に勝てたこと、本当に嬉しく思うぞ。ありがとうタコさんニコニコよ。それにしても、夏ってのもいいもんだな。今年のクリスマスは、オーストラリアに行ったらどう？南半球はクリスマスが夏だからな。サンタさんもサーフィンとかしてるらしいぜ。ということで、いかがだったかな。友情も芽生えたし、いい試合だったと思うわ。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画でお会いしましょう。急げ。まずい、もう始まっちゃうよ。現在午前2時59分。あ、3時になっちゃったぞ。くそー、結構前からスタンバイしてたのに、なかなか入れなくて。シーズン9のワンタイムイベント。最終決戦がもう始まるはずだぜ。頼むー、頑張れ通信。よし、やっと入れた。でもうなんか始まってるよ。待って、私まだ入れてない。なんかすごいことが起こってるっぽいな。なぜか初期資金になってることはこの際どうでもいい。早く島に行かせてー。この悲劇的な音楽に大きな足音。まさか、怪物が現れたのか。よし、なんとか間に合った。でやっぱ、海から怪物が出てきてるよ。ポーラーピークの巨大な目玉の正体だな。背中に氷がついてるぜ。島を破壊しまくってるわね。どうすんだよこれ。でもよく見て、大きなロボクマちゃんが。おお、動き出したぜ。怪物を食い止めるため、戦ってくれるのね。さあ、どんな戦いになるのか。ロボクマちゃんがターゲットを定めたようね。ミサイルだ。おお、効いてるみたいだぜ。いよいよ、本格的な戦いになりそうね。私たちは、遠くから見つめることしかできんな。再びミサイル、今度は青いわね。すごい威力。しかし、立ち上がったぜ。おお、今度は直接タックルね。すげえ、ジェット噴射の力も利用して、一気に海まで吹っ飛ばしたぞ。これは、ロボクマちゃんの勝ちね。いやー、すごかったな。とりあえず島に平和が戻ったみたいだぜ。ロボクマちゃん、お帰りなさい。英雄の凱旋だな。わ、やばい、まだ生きてるわ。後ろから襲いかかったぜ。ちょっと。まずいんじゃないのこれ。めちゃくちゃに食いちぎられてるぞ。これはさすがにヤバそう。頑張ってロボクマちゃん。なんとか振り払ったか。ああ、膝から倒れ込んでしまった。どうすんだよ。
左腕は完全に取れちゃってるぞ。お互い苦しそう。さあどっちが勝つこの勝負。おおっと、ルートレイクの中央にて落ち込んだ。何か球体のようなものを飛び出したわ。すごい、パワーがみなぎっているわ。強烈なパンチ。やったのかしら。ネオティルテッドの方を見てるぞ。一体何かしら。おーおーっと、剣です。剣を引き抜きました。そんなものが埋まっていたとは。さあ最終決戦か。すげえ。目玉に思いっきり突き刺したぜ。白骨化してるわ。完全にクマちゃんの勝利ね。あ、エモートしてる、かわいい。お茶目な一面もあるんだな。ありがとうロボクマちゃん、最高にかっこよかったわ。役目を終え、宇宙に旅立つみたいだな。いやー、すごかった。私の乏しい語彙力じゃすごいとしか言えないけど、とにかくすごかったわ。うわ。怪物の頭蓋骨。でけえな。さて、これからはチームランブルみたいなのが始まるのかな。とりあえず武器を探しに行かないとね。とりあえず各所とミニガンは拾ったわ。そこに敵がいるから、まずは味方さんと倒すわよ。ゴール200のチームランブルみたいだな。そして全員に、ずっと飛べるジェットパックが付与されてるみたいだぜ。お、味方さんキャブスプラッシュアザマス。って、あれ、持ち手の部分が女神像になってるわ。ほんとだ、ネオティルテッドの泉にあったやつだな。補給物資がいっぱい落ちるから、装備は結構強くできそうだわ。おっと、横取りはダメよ。スコープ付きアサルトで倒すわ。どうやら、怪物の骨を中心にアンチになってるみたいね。ほら、敵も味方もいっぱい集まってるわ。お、ナイスキル、いきなり新しい場所で戦えるのは嬉しいな。今の見る感じ、骨にも建築できるみたいね。く。でもジェットパック難しいわ。ジャンプしながら攻撃するの慣れてないし。マーチに足つけて戦うこともできるが、飛んでる方が狙われにくいよな。お、一人敵がいるみたいね。足つけた、それなら私も足つけるわよ。相手は新しい宅所だな。よし、なんとか勝てたわ。よし、補給物資をしっかり守れてるわ。え、なんかこの上にめっちゃ味方さん集まってるんだけど。いいね、楽しそう。プチ拠点みたいになってるな。え、誰だよここに落書きしたやつ。わろた、自己主張が激しいな。おっと、敵が紛れ込んできてたけど、味方さんで取り囲んで排除ね。ここに集まるの結構強いかもな。あ、踊ってる、楽しそう。私も踊りたい。ってじゃんけんしても意味ないわ。それより敵が来てる気がする。ほら、でかそこの建築。なんで独立して浮いてんの？確かにな。まあいいや、紛れ込んだ敵さんを倒すわよ。よし、排除しました。わ、でもミサイル撃たれてんな。ここの拠点はもうダメかも。く。しかも浮いてる敵に攻撃するのは、私はあそこのスカイプラットフォームを占拠することにするわ。敵は一人かな、下の方を攻撃してるぜ。こっちに注意が向いたわね。ジェットパックで素早く飛んで、裏を取るわよ。これ、結構便利だな。よし、ここは取り返したわ。別の敵が飛んできたけど、ここもしっかり防衛。
今の結構良かったかも。飛びながらノッカーはなかなか難しそうだな。ショットガンの弾一発しかない。スカーも当てないとな。ああ、エイムが。最後やられちゃった。まあいいや、こんだけ差開いてたら、もう勝ちでしょう。え、あれ、なんで2位なの？え、もしかして私って青チーム？ずっと間違って赤の方だと思ってたわ。なんでだよ、寝ぼけてんのか。